さあというわけで、辞めた芸人に話を聞いてみよう。本日のゲストは元ストリークの吉本峰幸さんです。どうも元ストリークの吉本です。マイダウン。めっちゃ声張ってくれるやん。実家やから、ね、声張らないからね。やっぱり張りたいんですよ、どっちかといえば。どっちかというと、ほら実家やからあんまりちょっと、はい、なんか夜とか撮られへんしみたいな言ってたから。いや、9時ぐらいに親が寝るんで、うん、まだ、はいはい、まだ大丈夫なんや。まだ大丈夫で、もうやるからって言ってあるんで。あ、はい、声張るからって。ちなみにその芸人辞めてからさ、はい、その例えば、まあ、元芸人みたいなんでどっか出たりとかっていうのはあんまない。取材受けたりとかも含めて。ああ、ナイス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 。あ、そう、はい、どっちかと言うたら、うん、そういうの出たい方なんですけど。出たい方なんですか？何のオファーもないです。はい。あ、出たい方なんやな。出たい、どっちかと言えば出たい方です。でもあれやろ、俺と Facebook で繋がった時に誘われるかもって思ってんやろ。いや、Facebook で繋がって、うん、で、藤井さんのページを見た時に、うん、それが一発目出てきたんですよ。うんうん、ああ、絶対これやなと思って。バレた。バレた。いや、Facebook のおすすめ出てきたときに、ああ、ええのおったと思ったもんね。おったおったと思って。いや、もうだってもう仕事中、そのことばっかり考えてます。そんなにかい。そんなに。何喋ろうと思って。今日シミュレーションしたら、どうなってんやったっけ。シミュレーションしたら、うん、元相方山田君の悪口ばっかりになって。なんでやねん。これはちょっとあかんと思って。で、ちょっとさっき、ちょっといろいろ、行ったあかん方向に行かんように、ちょっといろいろノートにこうやって書き出しましたんで、はい。こんな感じで、ね。すごい。はいはい、万全やな。いや、万全ではないですけど。特に俺、はい、一応、元相方の悪口を聞くような、そのコーナーではないのよ。はい、そうでしょ？じゃあ、そっちの方に行ってしまうと、うん、ちょっとあんまりよろしくないですし。そうやな。まあね、山田くんまだ現役でやられてる。そうそう、山田スタジアム現役でな。そうそう、あんまりね、そんな言うても、まあ、ただちょっとね、あんまりそこに触れへんわけにもいかへんなっていうのもあるので。避けては通れないところもある。そうそうそうですね。なるほど、ね。ある程度頑張って、いかへんよ、いかへんようにってシミュレーションしたんですけど。あ、マジで。やっぱちょっとこの辺はやっぱ言うとかないと。あ、まあ、そのね、本人のためにもなるかなと思う。はいはいはい。たまらんな。僕はもう別にね、そんな、なんぼ嫌われてももう全然構わない。あ、そうかそうか。はいはい。ちなみにやけど、はい、今は何しての仕事？今、地元帰って郵便局で。あ、郵便局で働いてるの？はい。配達の方とかじゃなくて？あ、配達です、配達です。あ、そうなんや。あれってサラリーマン、不動産屋に就職したんですけど、俺なんか不動産屋に働くって、それは噂で聞いたのよ。ああ、ね、ウキペディアにも。ウキペディアには不動産で泊まってますね。はい、あ、そうか。今、じゃあ、はい、これ見た人がウキペディア書き換えてくれたらいいねんな。そうそう、誰か更新してほしいんで。いや、だこれね、僕一応、このシリーズ、何本か見させてもらったんですけど、うんうん、そうはい。なんかみんなね、うん、こう芸人辞めてから、うん、こう成功してはる人らばっかりじゃないですか。まあまあ、我が道を行けてる人やな。そうでしょ、そうでしょ。そうやな。確かに。これはね、ちょっとね、芸人を辞めようかなと思ってる人らにちょっと誤解を招くなと思って。おい、ちょっと待ってくれ。芸人辞めて、あんなバラ色の人生待ってませんよ、と。そうやな。基本な、まあ、作家になったりとか。そう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 。そうやな。作家になって、やっぱ収入上がったとか言うてはったじゃないですか。うん、そうやな。うんうんうん、とか、なんかカメラマンで、カメラマンです。犬にはな、宿野部さん。そうそうそう、宿野部さんはなんか、うん、我が道を行くみたいな。いや、そんなね、芸人辞めてね、すっとうまいこと行く人間、いてへんよ、そんなにと。これはちょっと聞きたいです、ね。いや、今日、めっちゃええな。はい、に不動産屋はどれぐらい働いてたの？不動産屋はね、1年と2、3ヶ月ぐらいですね。なんで辞めたんそれ。別に合わんかった。いや、ね、うん、やっぱ不動産ってね、うん、やっぱこう、サービス残業的なもんがやっぱこう、日常化されてるんですよね。なるほどね。はい。で、もうちょっとケツ割って、で、その大阪で住んでたんですけど、その時は、うんうんうん、もう家賃も払われへんかって。うん。で、もう、滋賀県帰ってきたんですよ。あ、まあ、滋賀なんや、ほんなら。そんで、
募集、郵便局の募集があったんで、もうそこで入って。まだそっちの方が安定している？いやー、そうですね。そんな、収入的には、そこまで多くはないんですけど、なるほどね、ただ、あの、芸人の時の、全盛期ぐらいはもらってます。だから、その、芸人の時全盛期はもらってなかったからなんですけど、逆に言うと。ああ、全盛期ね。なるほど。はい、95年に NSC15 期生、はい、まあ、俺らの1年後輩よね。はい、そうです。で、15期生でもコンビやってるとこってもういないよね。僕らが最後の砦でした。そうやろ、ランディーズもだってもうコンビでやってないでしょ。はい、いや、もう正式に解散したみたいですね。そうなんだ。でも、はい、チャイルドマシンなんかもな、早々と解散してるしな。そうですね。はい、なるほど。で、まあ一応、ウィキペディア情報によると、2012年までやってたと。はい。2012年4月25日までです。はい。で、まあ、さっき言ってた収入的なマックスの時と合うかどうかわからないけど、はいはい、自分で思うところの芸人時代のピークっていうのは、いつぐらいの頃なの？ピークね、2005年、2004年の終わりぐらいに、もう野球ネタを始めたんですよ。2004年の中盤ぐらいですか、2004年の中盤ぐらいに、今まで野球のユニフォーム着て漫才してたんですけど、別に普通の漫才してたんですよ。ユニフォームは着てるけれども、普通の漫才してる、ね。そうそうそう。その時は僕もユニフォーム着て。てたんですけど2人来てたよね。ほうほうほう2人ただただもうなんかその、みんなとちょっとね、あの色分けしたいためにユニフォームを着てたってだけで、別にそんな野球に特化したネタをやったわけではなかったんですよ。なるほどね。ほん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 。で、ある時に、いや、これちょっとおかしないっていうのを、ユニフォーム着だして3年目か4年目ぐらいの時に気づいたんですよ。そうやな。あの、非男爵が貴族の格好してるけど、それに触れへんみたいなもんやもん。そうそうそう、そうなんですよ。うん、いや、おかしいやわ、これってなって。そうやな。ほんで、吉本の方がスーツになった時のこと？それが。そうそうそう、そうです。ほんで、なんか、関西で、あの、ザイマンっていう漫才番組があったんですけど、はいはいはい、それを担当してる吉本の社員さんに、なんか、あの、前説かなんかで野球の話した時に、いや、お前ら、一個野球のネタ作れやと。出会ってよかったな。そうそうそう。ほんで、それやったら、ザイマン、オーディション通るでって言うてくれはったんで、作ったんですよ。なるほどね。はいはい。で、オーディション受けたら、通してもらって、で、テレビ出だして、で、そっから、なんか、今まで僕ら、ほんま、評判、めっちゃ悪かったんですけど、悪いってね。いや、おもんないって言えばストリートみたいな感じだったんですよ。はいはい。あ、そんな感じだったのマジで。いや、もうそんな感じです。僕だって、陣内さんに、ほんま辞める前のリミテッドみたいな匂いするぞ、お前らって言われて。元祖おもんないといえば陣内さんだったもんな。そうそうそう。まあ、うん、リミテッドさん。まあ、リミテッドっていうコンビいじられてたもんな、最初はね。はいはい。もうほんまにその時の匂いとお前ら今の出してる雰囲気一緒やって言われて。僕もそんな感じだったんですけど、その野球ネタを始めたら、なんかその、いろいろ、なんか、面白いらしいねって、なんか言うてもらえるような。へぇー、はいはいはい。で、それまでは、その、一応野球ネタっていうのは、その、一応在漫用に作ったやつやったんですよね。うん、けど、それでも普段はもう、普通に漫才してたんですよね。もう、その時もユニフォームも脱いでたんですよ。おー、なるほど。普通のネタやるときはもう普通のスーツ、二人ともスーツ着て、やってるっていう時期もあったんですよ。へぇー。で、その在漫のその手店があるから、やっぱその野球ネタ作る周期がこう増えてくるじゃないですか。なるほどね。うん。で、一応その、まあ、その時ベース吉本に所属してたんですけど、やっぱ女子中高生の前で僕はネタやらなきゃあかんかったんで、野球ネタ大丈夫かと思ったんですけど、意外と、こっちもなんか、あれいけるやんって。あ、そう。で、2004年の終わりの、敗者復活。M1。言うたら、一応原型は阪神のネタじゃないですか。そうやな。基本は。うん。で、それをまあまあちょっと関東の人らにもわかるような感じにちょっと作り変えて、で、こうネタのええところ取りをして、敗者復活やったら受けたんですよ。ほう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 。多分で、受けて、あれこれいけるやんってなって。うん、うん。で、帰ってきてから、そのファイナリストの人らに言われたん
うん、なんか僕らが一番受けてたっていう。ほー。なんかもう正直なんか、敗者復活ストール1位候補やったらしいんですよ。ああ、みんなで見ててな。そうそうそう。なるほどな。あ、これいけるな。ほほほほほほほ。で、野球ネタ始めて2005年に、MGK も呼ばれるようになって。うん、おー、ほほほほほ。で、MGK って言うても10分じゃないですか。そうやな。10分で最初は4分ぐらいはなんかもう前説みたいなのやって、残り6分ぐらいを野球ネタやってたんですけども、巨人師匠にお前らもう全部野球ネタやれって言われて。へぇー。ほんで、まあ、いわば認めてもらったってことだよね。そうそう、そう、試行錯誤やってたら、うん、会う時からむちゃくちゃ受けるようになったんですよ。へぇー。ほう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 。もうほんまに、信じてもらえないですけど、うん、笑い声で風圧来たんですよ。これほんまに、ほんまに、思い出は美化されるな、ほんま。いやいや、これほんまにマジなんです。これほんまにマジなんです。ほんまに、だって、笑い声がすごすぎて、僕と山田が顔を見回して笑ったんですよ、ほんまに。あまりに受けすぎて。はい、いいね、そのエピソード。いや、だってほんまに、その当時ね、NGK ってやっぱりいろんな師匠の方が受けてはりましたけど、もう特に受けてはったのは B&B さんやったんですよ。おーおーおー。で、僕ら言うてもトップ出番じゃないですか。で、B&B さんなんか言うたら後半じゃないですか。そうやな。うん。けど、これはあくまで僕の今から推測ですよ。うん。多分師匠連中にも僕らが受けてるっていう噂がいったと思うんですよ。おーおーおー。わざわざ袖に洋師匠見に来てくれはったんですよ。かっこいい。で、これはこうで、ああした方がええでって言うてくれはって、うわっと思いました、僕。めちゃくちゃ重いもんな。はい。すごいね。2番目が中途の中途さんやったんですけど、徳井さんが、うん、ほんまに、いや、やりにくいわって言うてくれはったんで。チャンピオンをして。そうです、そうです、そうです。いや、まあ、その時まだチャンピオンになる。チャンピオンなる前やけどな。はい、はい、はい。で、その時でしょ？それが。人間対象とか。いや、そうですね。その、あの時のメンバーって結構すごかったんですよ。うんうん、南海キャンディーズとか、うんうん、ピースとか、うん、あとハマカーンとかね。うん、その辺の、はいはいはい、で6組ぐらいでそこを倒して優勝やったんで。うん、ピークの話止まらんな。止まんないです。まだこれまだ一部です。まだ一部すごい書いてますよ。まだ。すげえな。あ、そういう、聞いた聞いた。この辺が第一次のピークですかね。要は。で、ショートとね、オールザッツ、まず、でも優勝して。オールザッツでも優勝ってすごいよな。まあ、けど、そこで、やっぱ、あかんかったのが M1 の決勝に出れなかったっていうのが。2005も、まあ、準決勝までっていうことか。そう、だ2005が僕らラストやったんで。そうか、95年から、そうや、そうや、そうやな。なるほど。ほんで、準決勝、ほんまに、めっちゃ受けたんですよ。うんうんうん、ほんまにもう周りからも、行ったなって、うん、いろんな人に言うてくれるぐらい、うん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 、あ、これ言うたら、大阪と東京で、まあ言うたら8組選ばれるわけじゃないですか。うんうんうん、まあ言うたら単純計算したら上位4位に入ったわけじゃないですか。そのことやな、うん。あ、4位に入ってるなっていう感じやったんで、行ったなって思ったらあかんかったんですよね。あ、そう。なんかその時に、結構関西芸人が多分ルミネで受けてたんですよ。うん、だ結局、うんうんうん、NGK で通ったんで、うん、ほんま2組か3組ぐらいやったんですよ。なるほど、なるほど。うん、だブラマヨさんと笑い飯。ああ、笑い飯。ぐらい、うわ、入らへんかったってなったんですよ。うん、で、その次の年に、うんレッドカーペットとかもよくやってた矢野農園歌のネタがあるんですよ。ああ、あれも結構やってたよね。あれができたのが、ね、2006なんですよ。なるほどね。だから M1 に間に合わなかったんですよ。あのネタをブラマヨの吉田さん言うたら前年のチャンピオンに見てもらった時に、いや1年早くできてたらなっていう、決勝には残れたんちゃうかっていうような言い方を、なるほどな、なるほど。とは思いましたね。そうかー。まあ、ただけど、あのネタで、まあ、レッドカーペットとか出させてもらって、うんうんうん、で、これ、2回目のピークが来るんですけど、おー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 、で、そこで、一発目のレッドカーペットに呼んでもらったんですよ。うん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 、ちょっと、リモートでハモれるかやってもらっていい？矢野。
キー間違わんといてください。キーどっち、キー間違う。どっち上下？僕上ですね。そう。はい、いくら？でけんのかこれ。でけんのか。いやー。あ、低い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 。いやー。カット。カットバセーやー。カットバセーやー。やーこのキーでお願いします。カットバセーやー。あのやーの。あのやーの。わからん。合ってるかどうかわからん。これ結構キーがね、重要なんですよ、これ、ね。なるほど、ね。あれ結構楽屋でも流行ったよ、あれは。いや、あの、自分で言うもなんですけど、関西でも結構、あの、好んでくれる先輩方がおられたんで。で、そっから知名度も上がってくるわけよね。そうそう、ほんで、そこで、そこの、フジテレビの矢吹さんって。はいはいはい。矢吹さんになんか、気に入っていただけたかなんかわかんないですけど、うんうん、で、TOKIO の、国分さんが、なんか、あの人野球好きなんで、僕らのネタをえらい気に入ってくれた。で、あの、その時、TOKIO のメントレ G やったと思うんですけど、うんうん、その、メントレ G の中で、その芸人をいろいろ出していくコーナーを作ろうと思ってると。なるほど。で、それの一発目に僕らを出てくれって言われて。タレントさんが来て、なんか、うん、あの、好きなお食事を食べるみたいなコーナーがあったと思うんですけど、そこの箸休め的なところで、芸人さんを出したいから、その一発目に出てくれへんかって言われたんですよ。なるほどね。おう。ほんで僕ら、その矢野のネタをね、引っ提げてね。引っ提げて、おう。矢野を引っ提げて。行ったんですよ。行ったんですけど、楽屋で、矢野の応援歌のキーが全然合わへんかったんですよ。え？急に。急に？で、もうキーが合わへん合わへんってなって、うん、で、やばいねやばいなってなって、本番やったんですけど、うん、案の定受けへんかったんですよ。うわぁ、しんどい。で、これやばいなと思ってた案の定、うん、すんませんと、お蔵入りになりましたと。あらぁ、マジか。ご飯のコーナーはあるんですけど、うん、そのネタの部分だけごっそりカット。なるほどね。んで、また何か違う機会ありましたら、お呼びしますんで、って言われて、そっから、うわぁ。お呼びもなく。そういう世界よね。なんやったらレッドカーペットのオーディションも通らなくなる。マジで？はい。もうそうですね。そっからほんまにちょっと落ちてきました。矢野出てたんて一回だけ。何回か出てるよね。一回はそのほんま一発目のほんまに、柳原加奈子さんが優勝したい一発目あるじゃないですか。あの時に。結構デビューした。もう鮮烈デビューの時や。そうそうそう。だから僕ほんまに、あ、売れるってこういうことなんやと思いましたもん、横で見てて。そうやんな。その時まだレギュラーじゃなかったんで、うんうん、レギュラー化されてからはもう一回ぐらいしか呼ばれてないです。あ、そうなんだ。で、その後どういう経緯をたどるわけ？それが、まあ、要は NGK でも受けてたわけでしょ？受けてましたけど、もうその先のね、うん、笑い声で風圧きた。無双状態よりか落ちましたよ。落ちましたけど、まあまあまあ別に受けてるっちゃ受けてるんですけど、うんうん、やっぱあの時の感じはもうなかったですね。でその支配人とかも変わっていって、だんだん出番がなくなっていって、うんうんうん、もう最後の方は月に1回2回あるかぐらいでしたね。まあそれがちょっとずつ仕事が減る。だ2000、うん8年、9年ぐらいまでは、それなりにはあったんですけど、うんうん、なんか僕らが降ろされたっていうよりも、なんか番組がなくなっていったんですよ。なんか、テレビのレギュラー。自分が出てる番組が。2、3本あったんですけど、例えば、ナルトも、で、土曜日の朝に、その関西テレビさんで、情報番組みたいなのが出てたんですけど、うんうん、それも終わってしまい。うんで、ズームインスーパーっていう朝の、こっちの関西に降りてくるコーナーで僕ら出させてもらったんですけど、うん、もうそれに関しては僕、ストリークさん終わりですっていうのを聞かされずに、花束渡されて終わりましたからね。ああ、そう。って、なんか山田くんは聞いてたらしいんですけど、僕全く聞いてなくて。いや、そこはコンビで言い合えよ。そうでしょ？聞いてるみたいな。びっくりするでしょ？ほんま、急に花渡されて、うん、けど、とも言えないじゃないですか。そうやな。それがね、ほんまに、ナルトモの最終回の同じ日やったんで。
ああ、じゃあ、うわうわ、一気に2個終わんのってな。でかいね。でかいでかい。ズームインの番組からナルトまで2時間ぐらいあるんですけど、うんうん、もうほんまに一回、その、サウナ行って、うん、ほんまにちょっと深呼吸しましたもん。ガンガンガンと思って。ガン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 と思って。これ難しいもんでな。あの、いい状況の時に1ランク上がらな、もうそっから落ちていくしかないねんな。そう、そうなんです。その時気づけへんけどな。はい。うん、いや、だから、よく、番組を一周するっていう言葉あるじゃないですか。うん、そうやな。ああ、そうやな。僕らその関西の番組を半周ぐらいしかできなかったんですよ。ああ、なるほど。おだからその言うた、うん、矢野の応援歌のネタでプチブレイクした時にいろいろ番組呼んでもらったんですけど、うん、半周ぐらいで僕らが思んないことバレてもうたんですよ。いや、俺、それ正直思んないイメージはないねんけどな。その、ほら、NHT の時からやっぱ知ってるからさ。いや一個下の世代で結構ちゃんと漫才で笑い取ってたイメージがそもそもあったから、俺がね、大阪でやってる時。いや。こんだけいやいや言うの。で特に関西はね、うん、ロケができないとね、やっぱ厳しいんですよ。ほう。僕らね、ロケがむちゃくちゃ下手やったんですよ。あ、そう。ナルトモで半問ぐらいロケ続くんですけど、うん、サバンナさん、千鳥、僕らやったんですよ。だからもう言うたらロケ名人。ロケ名人。名人で僕らやったから、もう余計になんか目立つんですよね。それのイメージもあるから、うん、で、ナルトモのスペシャルとかで、ひな壇とかあるじゃないですか。うんうん、ひな壇でも言うたら、吉本芸人が言うたら、もうほぼほぼそこに集まるわけなんですよ。まあでも、ナルトモの。それやったら。もうそこでももう言うと全然喋れませんでしたし。で、僕らがそのなんかお試しみたいな感じで、各週で出させてもらったんですよ。言うても3組の中の1組で、でその3組もタムケンさん、ハサン各週で3組やったんで、言うと6週間に1回しかロケが回ってこなかったんですよ。ほう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 。だからロケも慣れへんし。なるほど。で、そんな言うてる間になんか、藤崎マーケット入れようかとかなって入ってて、僕らほんまにフェードアウトしてった感じ。ああ、難しい。なるほどな。ああ、もうその概念使いたいもんね。ぐらいから、ああ、ちょっとあれやばいぞって感じですかね。なるほどね。はい。で、なんか2012年に解散すんだけど、はいはい、なんかまあ決め手になったこととか、はい、もう、あ、これやめようと思ったきっかけとかあったの。それはもう積み重ね。これね、うん。2個あるんですよ。おー、いいよ、2個聞くよ、そら。解散を決めた瞬間と、うんうん、芸人を辞めた瞬間が違うんですよ。芸人を辞めようと思った瞬間が。面白いね。はい、じゃあ、最初解散しても芸人続けようとは思ってたの？そもそも。いや、最終言った時は、うん、もう、どっちも決めた時なんですけど。なるほどね。うん。その、どっちから言ってくれる？じゃあ。まず解散、うん。解散というか、うん、もうこれまあもうちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと悪口にはなってしまうんですけど。うん、予告悪口。予告悪口来ました。まあ、悪口というか、まあ。まあそこはいいよ、別に正直に。聞いたけど。LGK で、うん、漫才をやってたんですよ。はいはいはい。で、僕は僕なりに、微妙ですけど、ちょっと、そのツッコミのトーン変えたりであるとか、ツッコミ方変えたりとか、もう同じことするの僕嫌いやったんで。なるほどな。ちょっと変えてきたと。ちょっと変えたりとか、ほんで、そのネタもちょっとここ変えようかみたいな言うのは僕の方や。うん、で、山田君はもうどちらかといえば、うん、淡々とやるような感じの。うん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 、ほんで、うん、ある時に、で僕いつも、その、どっちかで口が悪いんで、うんうん、結構、その、言い合いになるときって僕がもう上からわーっていう感じやったんですよね。けどもうちょっとここは大人にならなあかんなと思って。うん、で、別にその、なんていうか、喧嘩したいとか言うわけじゃなくて、うん、なんか、ネタやるちょっと前ぐらいに、その、単独ライブをやったときの、なんかその、山田くんの、その、その時のボケ方が、なんか、ええ感じやなと思ったんですよ。なるほど、なるほど。なんか、あの人、どっちかというとこう、淡々とボケやるような、そうなんですね。ちょっと感情入れて、ボケた感じがちょっとええ感じやったんで、うん、その NGK のそのネタ終わりの、ほんまめちゃめちゃ丁寧ですよ。うん、あのボケのあのボケ方って、この間単独やった時の、あの感じのボケ方でやったらええんちゃうって、めっちゃ柔らかい感じするから、言ったんですよ。ほんなら、山田くんが、関係ないよ。って言ったんですよ。ああ。
もうわさりばっさり、関係ないやろって言われたんですよ。うん、その瞬間に、うん、あ、俺もこいつは漫才やりたないと思った。いや、今まで散々喧嘩とかもありましたけど、十何年やってきて、その瞬間。なんかしら、もうその一言で、なんか僕の今まで積み上げてきたもんが、もう、ガラガラガラって。あ、そう。はい。うわ、終わった。ほんまに、うわ、終わったって思いました、その時に。あ、その時に。なるほどな。はい、これ、多分本人も言うてないから分かんない話なんですけど、その一言でいろんなことが集約されてるなと思って。まあ、でも、あれやろうな。それはきっかけではあるけれども、積み重ねていってたものもあるよね。まあまあまあ、そうですね。だから、うん、コンビの状況とかね。しんすけさんがよく言われてたのが、お笑いって、キーとトーンやってよく言われてたんですよ。うんうん、ほう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 。で、僕はそれを、ね、心に落としてたんですけど、あ、でもなんかちょっとわかる、うん、山田君にはその感覚はないねんなっていう。ちょっとそうそう、なるほどな、うん、あ、こっから話せなあかんやっていうのも、言うてもその時15年目16年目とかだったんで、そうやな、うんうん、これしんどいなっていうのもありましたね。だからなるほど、まあ、はあはあ、要は自分の大事にしてる理論が相手が持ってなかったっていうことだね。そうそうなんです。だから、うん、いや、意外とね、山田くんってなんか、頑固なのか、うん、無知なのか。頑固と無知だいぶ違うけどな。うん。無知なくせに頑固なんですよ。だからこれ悪口になりますね。でも完全にこれ悪口ですね、これは。悪口ですね。2個重ねると悪口ですね。はい。で、まあ一応、彼にネタ作ってもらったんですけど、うん、逆ネタを始めてから僕もネタ作るようになったんですよ。うん。だからまあ、僕も意見言いやすいじゃないですか。そうやな。で、そこで、言うたら、うん、まず野球ネタをね、始めるのも、うち時間かかったんですよ、うん、説得するのに。だからその、さっき言いました、社員さんに、作ったらええやんって言ってもらってから、うん、間1年以上経ってるんですよ。ああ、そう。で、やっと、うん、やっと作ってくれたら、ハマったんですよ。なるほど、なるほど。はい。分かってくれたら、全然やってくれるんですけど、その分かってもらえる前に時間がむっちゃかかるんですよ。なるほどな。うんうんうん、それがね、何回かこの17年の間にあったんで。で、その時言われた時に、うわ、うん、わかんない。これも説明せなあかんのかっていう。なるほど。でもまあ相手に伝えるわけでしょ？いや、その時言ってないです。いや、その時じゃなくて、まあ後日でしょ？で、後日に。そっから、うん、僕、セコいんですけど、うん、もう仮面コンビにしようと思って。うんうんうん。で、コンビは継続しながらも、俺、自分で一人で仕事増やしてったらええやんって思ったんですよ。なるほど、なるほど。で、もう、そっから、単独ライブ2ヶ月に1回とか売ってたんですけど、うん、もう、で、基本僕がやろうかって言って単独ライブやってたんですけど、うん、僕、言わへんようになったんですよ。うんうんうん、で、相方はどう出んのかなと思って。うん。ほんで、向こうから何の話もなく、うん。うん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 、でその間に僕何個かなんかちょろちょろと一人で出させてもらってる番組があったんですよ、うんうん、その競馬の番組とかで、うんうん、あのシャンプーハットさんとか出てる番組なんですけど、リニューアルするってなった時に僕だけ外されたんですよ。おっと。でなんかいろいろそういうイベントとかも、うん、僕一人で出た時とかにもう全然あかんかったんですよ、うん、ああそれはちょっと来るね、精神的に。はい。はい、で、もうコンビはもうあかんと思ってるのに、うん、俺一人もあかんやん。そっか。そっか。うんうんうん。で、なんかいろいろ僕の中でなんかこの関門を作ったんですよ。うんうんうん、これ乗り越えられたら続けよう。ほうほう。これ乗り越えられたら続けようみたいな、全部ね、逆、全部あかんかったんですよ。あらまあ。で、それがさっき言ってた芸人を辞めようと思った時につながるわけ？そうですね。芸人辞めようと思ったんが、その、うん、サタウマっていう競馬の番組を外されたでっていうのを、うん、ある先輩芸人さんになんか、ノリっぽく言われたんですよ。僕そんな聞いてなくて。うわー、なんかそれもちょっと嫌な伝えられ方やな。本人はそんな悪いと思ってないやろうけど。そうそうそう、本人は全然悪くないんですけど。ちょっと面白いと思う。知ってると。知ってると思って言うたんですけど、うん、もうほんま、その時に、あ、終わったって思いましたね。その飲み会の時は、平然を装ってましたけど、終わってから泣いて帰りましたもん。うわぁ、つらそれがもう最後でしたね。うわぁ、過去ないぐらい辛い回になるわ、今回。
楽しくやりたかったんや俺。それですね。で、要はじゃあそっから芸人から足洗おうと決めたわけよね、その時に。そうですね、そっからまだ阪神タイガースの番組をやらせてもらってたので、それはね、オフシーズンしかやらない番組なんですよ。なるほど。それがね、1年通してずっとやってたら多分やめへんかったと思うんですけど、一回半年で一回リセットされるんですよ。じゃあそのタイミングって気にしなかった、ね、そうですね、多分次の年も、まあ多分呼んでもらえたとは思うんですけど。まあ、あったやろうけどな。うん。はい。もう、ここやなと思ったね。その番組が3月いっぱいで終わるので、うん、終わる、言うたま、2月ぐらいに、ちょっと山田くん呼び出して、話をしたんですけど、ちょっとこの話聞いてもらえます？いや。これちょっとまたちょっと悪口になるから。聞くけど、聞くよ。17年間ね、やってたんですよ、うん、僕らね。うん、で、僕から、やめようと思ってますっていう話をしたんですけど、その解散の話し合いね、15分で終わったんですよ。そうやな。僕がやめようって言ったのに、逆に僕5分ちょっと引っ張りましたもん。計20分です、20分。まあまあ、向こうは多分僕が言い出したら聞かへんっていうのも分かってはるから、なんかもしれないですけど。そうやな。多分やけど、はい、もうそこまでやって、はいで、はい、やめようって言うっていうことは、こいつ腹くくってんねんなっていうのは分かると思う。はい、それで、向こうは、だから向こうは、びっくりした感じでもなかったってことでしょ？やめるって言う前に、向こうの話を聞いたんですよ。どうするって言って。もう仕事ないでって。うん。なんその、例えばもうマウンド頑張ったらええんちゃうみたいな言うたけど、いや、単独ライブをお前もう1年ぐらいやってへんやんと。うん、そうやな。うん、その時。で、俺一応待っててんで、お前からやろうやって言うのを。うん。で、その時に、M1 が終わって、ザ・漫才が始まったとしたんですよ。で、まあ、ザ・漫才の1回目は出たんですけど、あれ、ザ・漫才始まるって聞かされて、予選が始まったんで、もうなんか2ヶ月、1ヶ月もなかったんですよ。結構バタバタしてたよね。そうそうそうなんだ。だからネタの、一応僕、そういう大会は、どっかであるやろうなと思ってながらネタを作ってたんですけども、グッズだけでさ仕上げる作業してなかったんですよ。なるほど。うん、で、その大会が始まるってなって、仕上げる作業もせえへんまま、1回戦、2回戦で落ちたんですよ、ほんで。昔の M1 でいうところの、3回戦落ちって結構厳しいじゃないですか。確かにな。はいはい。あの当時に3回戦落ちって。ちょっと精神的に来るよね。わーってなって。まあけど、ネタを用意してなかったから、もう次の年はやろうと思ったら、用意はできたんですけど、うん、もうその時にはもう僕が気力がなくて。なるほど。で、そっから、で、お前どう思ってんねんって言われた時に、いや、もうやめようと思ってるっていう話から言ったんですけど、そっから、いや、もうちょっと食い下がってよって思ったんですけど。どっちやねん、おい。どっちやねん。自分やめるのは。腹くくって言うてるくせに。腹くくって決めたんですけど、うん、そんなあっさりっていう。そこで引き止められても別に、やめることやめへんかったやろ。もうちょっとなんか、ラリーしたいじゃないですか、うん、そんな。うわぁ、あれやな。人生に一回あるかないかのイベントですよ、これ。一旦ここで言うけど、やっぱお前もめんどくさいな。うん。一旦ここで言うとくけど、それはあるわ。山田もそうやけど、お前もそうやん。うん。まあまあまあね。うん、まあね。その後に、ちょっといろんな人に、もう僕相談しなかったんですよ、一切ね。あ、解散しますっていう。言うたら、その時、タムケンさんに一番可愛がってもらってましたけど、うん、タムケンさんにすら解散することになりましたが、うん、第一声やったんで、解散しようと思ってるんですってやなかったんですよ。あ、で、そっからやっぱり説得されるじゃないですか。うん、で、もう一年、ザ・漫才頑張ったらどうやみたいな話を受けて、うん、一応もう一回山田君に振ったんですよ。うんうんうん、ほんなら、あ、萌え萌えって言われたんで。あ、そう。あ、そう。はいはいはい。それ解散の話って後にってこと？あ、後です、後です。タムケンさんがこう言うてるねって言って。もう二度とお前とはもうやらんと思ってましたね。まあでも、向こうは向こうで腹くくってるとこあったやろうからな。もうやめるっていうところ。まあまあまあ、まあまあまあ、ね。この世界に残るんやったらさ。一応それはあるじゃない。まあまあまあ、別に俺も別に山田のフォローしてあげちゃうけど。そんな恥みたいな顔するの？いや、全然全然。はい。結城ロックさんの本にも載ってたからな。
吉本。いや、そうなんですよ。いや、うん、あれめちゃくちゃ嬉しくて。うん。乗ってた。いや、ほんまいろんな先輩に電話させてもらったんですけど、うん。泣いたん多分、有機ロックさんの時やったんです。で、僕、なんで泣いたんかっていうのは、うん。ちょっといまいち覚えてなかったんですけど、あ、うん、そういう風に捉えてくれはったんやと思って。これな、結構、ストリークの評価高かったもんね。はい、あの、有機ロックさんがな。漫才そうです。だから出だしがだって、ベーブ・ルースの川本さんとストリーク吉本に顔向けできないみたいな始まりですよ。だって、いや、そこを一緒に並べんといてと。ベーブ・ルースの川本さんは心出し半ばで亡くなった人やからな。そうそうそうなんです。うん、そこと、なんか出だしが、それやったら、うわっと思いましたもん。そうやな。ありがたいなと思いました。確かに俺に電話くれた時は全然泣いてなかったわ。そうでしょ。カラカラやったわ。カラカラ。じゃあ、この芸人辞めた後に、後悔したこととかある、はい、やっときゃよかった、ね。後悔ね。そんなにないんです。意外と晴れ晴れした感じや。そうなんやな。ある程度もう腹決めて辞めてる人はみんなそうなんやな。そうですね。なんかもうほんまに、一応なんか、やりきった感はあったので、うん、もう言うたら、上で言うところのもう灰になったまで僕はやったつもりや。非常に言うな。うんですけど。おけど。やっぱりそのね、NHK さんで賞取った時ぐらいに、うん、僕、東京出ようと思ったんですよ。ああ、はい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 、うん。言うてもね、僕、一番お世話になってるの、二条会長の河本さんなんで。で、河本さんも来い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 ってずっと言うてくれてはったんで。ほう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 。あ、出たもんな、一緒にな、ずっとな。はいはいはい、はい。もうそれもあったし、いや、その、来たら、前説なんぼか、掘り込めるでっても言うてくれはったし。で、関西やっぱりロケできな、厳しいっていうのもうすうす感じてたんで、ちょっと関西もこのままおったら厳しいなっていうのもうすうす思ってたんで。なるほどな。で、それで山田に何回か話はしたんですけど、うんうんうん、結局、かわされたんですよね。難しいな、ほら、だって、ほら、はい、阪神好きっていうことで結構仕事もあったわけじゃん。まあ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 ね。それ、離れるとなくなるもんな。それもあるんですけど、ただね、阪神好きって言っても、関西に阪神好きの人ら山ほどいるじゃないですか。山ほどいる。山ほどいる。東京にも山ほどいる。文章であるとかね、若手で言うたら陣内さんであるとか、ベテランがであるとか。もう、なんぼでもおるな。もうそこでもう席埋まってるから、おったところでなんですよ。そうやな。大きいのは回ってけえへんな。でそこで東京、うん、まあ多分東京行ったとしても多分売れへんかったと思うんですけど、うんうん、どうしやったら東京で終わりたかったなっていうのは。うん。ああ、なるほどな。最後そこで燃え尽きたいっていうのはちょっと。そうそう。どうせ燃え尽きるなら、花の都で燃え尽きたかったなっていうのはありますね。じゃあ、芸人やってる時にこれやっときゃよかったなっていうのもみんなに聞いてんねんけど、はい、それはやっぱり東京に出ときゃよかったなっていうことかな。はい待ってね、うん、僕が芸人やった時と比べていろいろなんかもうコンテンツが増えたじゃないですか。うん、そうやな。例えばまあ、このね、YouTube もそうですし。YouTube とかもな。うん、そうやってやる。で、言うたらネット番組も増えましたし、うん、BS、CS とかもあるじゃないですか、うん。あの当時ね、その野球ネタってだいぶ、はい、狭いなって感じやったんですけど、うん、今やったら武器になるじゃないですか。そうやな。そうや、そうや、そうや。ここもうちょっと、おかしてやっといたらよかったなというか。あ、なるほどな、はあ。結局僕ら野球ネタやってましたけど、うん、渡部さんみたいに高校野球の話あそこまで語れんのかって言われたら、語れないわけなんですよね。うんうん、トータルの藤田であるとか、うん、池田くんみたいな感じで勝負できんのかって言ったら、うん、多分できへんかったと思うんですよ。なるほど。こういうのはほんまに、もうやるんやったらほんまとことんやらなあかんなっていうのが。なるほどね。たので。うん、武器なら武器で、もっと鋭利磨くべきだと。そう、鋭利磨いて、うん、なおかずこう、プレゼンできる能力っていうのは、うん、あなるほど。やっといたらよかったなと思いますし、うん、今の人らもそういうのは、うん。いや、もうほんま、もう、まあ、特に今なんかね。もうタイミングで明かりつけるわ。なんで今やねんと思うけど。うん、なるほどな。特に今の人らはほんまにやった方がええよと。生かす場があるからな、今はな。そうなんですよ。うん。
だから僕ほんま芸人辞めてからメジャーリーグ見るようになりましたからね。うん、遅いやんけ。そう。いや、まあまあまあ、うん、けどなんか、後悔するんやったら行動しようっていうのが、持論なんで。なるほどね。いや、まあちょっとつながるとこあるけれども、ほら、はい、今も新しい若い子が入ってきたりとか、はい、1年目、2年目の子とかいるじゃない。なんかこういうことやっときゃいいよみたいな、できるアドバイスとかある？そう、だから今言うた自己プロデュース力ですか、プレゼン力みたいなのはもう。本当大事よね。それは僕はほんまに芸人辞めて、普通にお笑いオタクになってからは気づきましたね。今お笑いオタクない？今お笑いオタクです。結構番組見るんやな、じゃあ。見てますね。けど、それでもやっぱり、だって半年ぐらい前になんかアメトークかなんかでやってたじゃないですか、うん、そのお笑い番組を語ろうみたいな。見たら全然やったんで、うわ、僕らこの人にも負けんや。あとほんまもう一個は、有吉さんのラジオを聞いてて、うん、心に染みたんですけど、その、うん、タイムマシーン3号さんがアシスタントやってて、食えることと友達にならないといけないって有吉さんが言わはったんですよ。これは心に染みましたね。うわーって思いました。早いこと友達になって楽しまないと。嫌やもんね。だからそれが結局突破力になると思うんで。あー、なるほど。僕それがもう全くなかったので、もうひな壇座ったらもうほんまに何にもできない人やったので。いやー、結構やっぱり突破力必要やなと思った頃にはそういう場に呼ばれる年齢じゃなくなってんのよね。そうなんですよ。それもう最後のね、あのエンディングのコーナー、あれとか、あれほど重要なもんないよっていうのはね、ライブのね、うん、ネタなんかもう別に頑張らんで言うと、別にネタなんかだってそんな練習して作り上げたもんで受けた当たり前なんですから。おっと、これ大事よ。その後が大事ですよっていうのは。なるほど。それはもう僕全くできなかったのね。で、僕らがおったら席が一個埋まってしまうことになるので、若い子らにあげた方がええんちゃうんと思ってしまいましたね。その思考になっちゃったらもうやめる方向に行っちゃう。もうそうです、うん。もうやめる一年なんかもういかに滑るというか、そういうバーから逃げることしか考えてなかったです。ああ、もうそうなってたんやな。ないろいろメモってた。全然喋ってないな。ってくれたみたいだから、なんか言い残したことある。これ一個だけね、ちょっと言いたい話があるんですよ。うん、頼む頼む。芸人ね、うん、辞めた後に、うん、ハローワーク通ってたんですよ。おうおうおう。ここで、不動産の宅建取る、なんか学校に行くことが決まって、おうおうおう、うん、で、その芸人辞めた、もう辞めました、解散発表されましたので、解散のライブの、2日後ぐらいかなんかに、その、うん、ミーティングみたいなところに呼ばれたんですよ。ほんで、そこで行って、うん、で、終わって、うん、ハローワークから帰ってるときに、うん、言うたら、解散一発目で、ストリークの吉本さんですよねって声かけられてますよ。おー。で、一発目ですよ。だから、言うたら、初めて、いや、辞めたんですっていう第一声を、言うことになったんですよ。で、その時に、うん、いや、実は辞めたんですって言ったら、うん、その人知っててくれて、あ、知ってますと。ほう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 。うん、ずっと、見てましたと。で、その時に言われたのが、今までありがとうございましたって言われた。うわぁ。そこでお礼言われると思えへんよな。はい。まあ、要はその人からしたら笑わせてもらってありがとうございましたってことでしょ。そうそうそう。そんなん言われると思わない。これはなくない。返しなかったんですよ。ああ、どうも。ほんまやったら、うん、ほんまにめちゃめちゃありがたい話なんですけど、あまりになんか想定してない言葉をかけられたんで。それは、神様やったんかもしれんね、それ。僕ほんまマジで、号泣しましたよ。うん、その場でじゃない。大阪ドームの横の橋で。それでちょっと僕救われたのがあったんで。なるほどね。よかったな、やっててよかったなっていうのは。そこで芸人ストリーク吉本が成仏できたんやな。そうそうそうです、そうです。うん、だからほんまに。やっぱ神様やったよな、それ多分な。その方にはちょっとね、うん、見ていただけたらありがとうございますと。多分この YouTube は見てないと思うけど、はい、その人に届くように頑張って拡散するわ、俺。いや、お願いしますよ、ほんまに。うん、だからほんまに、そのね、皆さんにも、あれですけど、やっぱファンの方は、大事にしてくださいっていうのはね。ああ、
結構俺らとか特に吉本なんかも同じ世代から分かるけれども、はい、先輩からさファンに媚びるなって、そうなんですよ、こう言われた世代やもんね。そうなんです、僕だからほんま愛想悪かったと思う。立ち止まって喋るなとか、はいはい、ニコニコすんなとか結構言われてきたもんね。人気ないくせにすかしてたんですよ僕。あ、でも分かる、それはちょっと俺、はい、それが正しい教えやって思ってた嫌いだから、はいはい、ちょっと後悔してるところもあるわ俺。そうですね、それはほんまにちょっとね、いやマジ大事した方がええよ。これな、劇場に足運んでくれてチケット買うてくれて見てくれるって、そうですよ、能力やもんな。はい、分かるわ、うん、じゃあカッコつけるなって言ってきたあの二丁拳銃の小堀しばきに行くわ今から、うん、先輩やあの人にはだいぶ他の金言もらってるからっていうフォローしとくけど、うん、あとほんまにあともう一個、ほんまにいいよ、山田君頑張ってください最後の最後にちょっといいやつになる思って、あ、それはでも大事な言葉やな。いや、なんで急に黙んねんいや、ちょっといい、すみません、今泣きそうになってあ、泣きそうになってたんか、そうか、はい、そうか。いや、最後にいいセリフありがとう。じゃあちょっと、はい、もうあと1分ぐらい我慢したら泣いてくれるかないや、今あの取り戻しました。危なかったあのいい話いろいろありがとうございました。いえいえ、というわけで本日のゲストは元ストリーク、はい、吉本美幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マイド、初めてかな、相方の悪口聞いたの初めてやな、このシリーズ。そうでしょ、なんかみんな綺麗事ばっかり言ってるからいやまた頼むわ。はい、お願いします。いや、頼むよ、もう楽しかったです。ありがとうございます。お、来たスタジアム君、毎度あれ、毎度は両方やったっけ。僕毎度言わん方です。いや、そうやろ、毎度言えへん方やろ。はい、言わへん方ですね。何、解散してから毎度もらったの。いや、うん、たまにリクエストあれば言うてますリクエストあることあんの。いや、たまにほんまに相方しか言ってへんとか、うん、そんなん全然詳しくない人とかが、うん、でもまあ言うて知らん人は言うてくるわな。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、そうそうやな、まあ、ありがたいんで、もう言ってくれたら毎度って返して、僕毎度言わん方ですって言うて。そうやな、でもまあ知ってくれてるいうことやからな、はい、そうなんですよ、ありがたいんで、はい、もう、はい、というわけで配信始まっております。ゲスト山田スタジアムさんです。あ、どうもこんばんは、山田スタジアムです。ちょっとそんな本気の衣装で来てくれるとは思えんかったの。いやいや、もういつも、あ、来た、出た、負ける気がせんな。出た、負ける気がしませんね。今日は爆勝ちしてるからな。いやいや、これがちょっとやばいんですよ、またこんな爆勝ちした次の日がまた最近。そうやな、いや、そうです、爆勝ちの翌日負けがちやもんな。そうなんです、あの20点取った後も全然出なかったな大差勝ちであと2連敗とかそんなのが続いてるんで、一勝にはできてるんで、もう明日はぜひとも勝たんかあかんです。いや、ほんま小分けせえ話ってことでもな。そうなんです、今日だから1時間ぐらいもう阪神のトークでいいんですよね。いいぞ、それで全然ええねんけど俺も全然持つねんけどもう先だって幸せなとこですもんね。そうやな、いやいや、ほんま、うん、よかったですわ。まあ、大山がね、3試合連発しとったですけど、うん、まあ今日はお休みということで、やっとな、4番らしくなってきてくれたな。ちょっとね、見ててもちょっとね、オーラがというか、なんか4番の風格が出てきたというか、ちょっとな、開幕からさ、4番で使えへんかったからさ、いや、どうなっとんねんと思ってんけどさ。いや、だって守るとこないですもんね。うん、いや、でも守るとこないの無理やり守らせてずれて鳥谷さんが外れたっていう経緯があるやんか。はいはいはい、はい、うん、だからそこまでやってんやったらちょっとなんとかな、ちょっと貫いてやってくれよと思ってんけどな。いや、でも強いチームでしょ、だってもう守ると、うん、あの選手が守るとこないっていう、うん、でまた今ね、ちょっとマルチが怪我して、うん、あ、そうやな、うん、でこれがまたボーアがまた今まあ2割5分切ってるぐらいでしょ、もう今日ちょっと打ってましたけど、うん、だからこのボーアがまた調子悪くなってきた時にマルチがね、うん、帰ってきてくれたら、うん、でまあ糸原とかも、その糸原選手はいつ帰ってくるかでな。そうなんす、痛かったっすね。ほら、俺なんかこれツイッターにも書いてんけどさ、あの何年か前めっちゃ阪神調子悪かった時にあのこう牽引してた上本が怪我してから失速していったみたいな。ありました、あれのちょっと最大ちゃうかなと思ってしまったからさ、あの、うん、もっと昔で言えばあの2008年ね、うんうん、あの牽引してたあの、うん、新井さんが怪我してた、うん、そうな、あのメイクオリンピックやろ、オリンピックで怪我して、オリンピックでな、はい、あった、いや、まあ、今年は層が集まってきてるんで大丈夫じゃないですか、うん、そうやなだいぶな、外野とかもな、そうなってる、うん、また高山が帰ってきましたから。いや、ほんまに、あれもうポテンシャルで言うたら高山よし、あの辺はな、ええ、もう半端ないから、うん、帰ってきませんか、こっちに。いや、もうほんま、もう兄さんこそ帰ってこなダメでしょ、もう。いや、何やねん、いや別に俺そんな大阪帰ったとて今喋る人おれへんで俺。いやいや、そんなもうビジターばっかりで見てる場合ちゃいますよ、うん、もうそんなもう甲子園でミント、うちの同期もみんなほぼほぼもう東京来てんねんから。あ、
みんな。そうか、もう13期生はもう。もうブラマヨ事情課長、野生爆弾とか、もう得意とか、みんなこっち住んでるから。ほんまですね。うん。もう誰も残ってないよ。大阪帰ったとで同期なんて。桑畑さんもそうですもんね。で別に名前出さんでね。いやええねん、同期やからええねんけど。いや同期じゃないですか。同期やからええけど。昔お世話になりましたもん。うん、いや、これ、やめない芸人に話聞く、生配信やから、阪神トークで盛り上がろうちゃうねんて。はい、あ、違うんですね。盛り上がれんねんけど、別に。いや、違う、だって、その、蹴っかけるから、もういきなりユニフォーム着だすから。いや、違うよ、それ。まあなんか後ろ の、 そのなんかタペストリーみたいなのと相まって、なんかフィールド・オブ・ドリームスみたいな。ほんまやな。ここがやがて野球場にな。どうしてんの最近は、兵庫県住みます芸人。いや、うん、ほんまにもう、このコロナ禍でもう何にも仕事なくて、うん、でも、うん、その営業とかももう完全にもう全部キャンセル。あ、そう。もうキャンセルですね。営業ってさ、どういうのが、はい、ネタするわけじゃないやろ、トークショーとかってこと？いや、ネタもしてますよ。ネタしてんねんや。しますし、うんうん、まあ、お祭りの司会とか行ったり。なるほどな。うん、はい。あと、婚活パーティーとか。婚活パーティーの司会は、それ営業に入んの？営業です、営業です。うん。一応、だからもう、兵庫県のいろんな市からが、婚活パーティーとかやってるんで。うん、あ、そうなんや、なるほどな。で、うんうん、それの司会とか、行って、うんうんうん、やっぱりその、兵庫県の、うん、まあ、結構田舎の方とか行ったら、もう若い子がやっぱりね、うん、他の地域に出て行ってしまうんで。あ、そうなんや。そうなんです。うん、ほんで、この地域で、その、うん、まあ、結婚して住んでほしいみたいな、うんうんうん、その、いいからの依頼で、うん、ここでちょっとカップル作りましょうみたいな。あ、なるほどな。やつで、まあ、兵庫県住みます芸人、うん、らしい仕事なんですけど、うん、でそれ毎年やってるんですけどね、はい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 、毎年来てるメンバー一緒なんですよ。もうちょっと待って。そしたらもう諦めろやな、メンツも。そろそろこん中で決めようかってなるよな。そうです。だからその前に、うん、あれ君ら去年カップルなったよね言って、うんうん、言ってる子ももう2人とも参加してたりするんで。あ、そんな感じなんや。そうなんです。一応だからそのカップル成立したらその吉本の NGK の、うん、その鑑賞チケットを2人にプレゼントして、うん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 、その初めてのそのデートはまあ吉本見に行って笑ってくださいねみたいな。あ、なるほどな。そこと絡めて。そうなんです。やってんねや。やってるんですよ。まあでもやっぱり住みます芸人やってるな。やってますよ、うん、で最近はもう住みます芸人のチャンネルとか、うん、全国の住みます芸人のチャンネルやって、はい、あるね。はい、ほんで今はもう地域のその兵庫県やった兵庫県のチャンネルも立ち上げて、うん、で僕も個人的に最近ちょっと YouTube のチャンネル立ち上げて、うん、そうやんな。はい、うん、山下チャンネル、山下チャンネル、うん、俺さっきちゃんと登録してたから。あ、ほんまですか、ありがとうございます、うん、これで多分170人ぐらいいったと思います、うん、マジで。ちょっとみんなしてくれる。ほんと山下チャンネル登録。いや、ほんまちょっとこのフジページチャンネルをご覧の皆さん、うん、ちょっと僕の登録してくださいね。チャンネルこれ結構やっぱりな、最初1000人の関門があるもんな、はい、そうなんですよ、うん、どうでしたこれ。ほんまなんかもう不安になってくるんですよ。そうやろ、思ったより増えへんやろ。そうです、全然増えないんですよ。そう、最初はなちょっと1000人ぐらいいくやろうと思ったけど、いけへんのよ。そうなんです。で僕なんか、うん、特にその阪神の、うん、まあまあ題材でなんかいろんな動画上げてるから、うんうん、そのまあ阪神ファンの人とかね、うん、なんかまあ今日やったらその阪神対横浜のダイジェストを見た時に、うん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 、関連動画とかで、うんうんうん、僕のが出てちょっと見てくれるみたいな想像してたんですけど、うんうん、この関連動画にも上がってこないというこのジレンマ。ああ、いやー、なかなかな。なかなかですね。そう、そうなのよ。難しいのよ。難しいですわ。まあそこはある程度の数字までな、こう、自力でいかんと。お兄さんの、なんか、うん、十万再生になった奥さんのドッキリのやつがあるじゃないですか。ああいうので、やっぱりこう、いかんとダメなんですか？いや、あれ時は言うほど増えなかったよ。あ、ほんまですか。あ、その再生回数は増えるけど、1回は見てくれるけど、
はいはいはい、はい、うん。あれは確かに、まあ何十人とかは増えたけど、結局ああいうのばっかりアップしてるわけじゃないから。はいはいはい。うん。だからでも結局伸びるとしたら山田みたいにさ、ちょっと特化してさ、こうギュッとやってる方が多分ええのよね。ああ。ただ、ほら、阪神関連は阪神自体の人気が高いからさ、多分やってる人多いじゃない。そうなんですよ。うん。そうなんですよ。やってる人多いから、ほんまに。それこそ、もうちょっと自分の人脈使ってさ、それ、例えば選手とか OB の人とかにちょっと出てもらったりとか。ああ。っていうのが絶対、自分の人脈使った方がええと思うよ。そうなんですよ。うん、ただ、その、うん、出てください言うて、それは人気のね、ある、うん、その、まあ、ミュータそのヒカキンさんとかが出てくださいよっていうのと、うん、登録者数160人のやつが出てください。いや、結局な、はい、結局そこやねんって、それを言えるかどうかやねん。あ、はい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 、はい、うん、やっぱりな、あさってな、ガツガツ増やしていくやつってな、言えるねん。あ、自分の立場、もう言い方悪いけど、自分の立場わきまえず、ちょっといいですか、お金あんまり出せないんですけど、ちょっと力貸してくださいみたいな。なるほど。現役の人とか難しかったらさ、その OB の人とかいるじゃん、はい。で、例えばさ、OB の人でも有名どころとかじゃなくて、ちょっと言った悪いけれども、一文でそこまでさ、こう結果出せなかった人とかの話って、逆になかなか聞けなかったりするじゃない。はいはいはい。出してしまったら。だから、俺なんか今そういうのやってんねんけど、こう辞めた芸人の動画とか、はい。ことかやってんねんけど、そういうみたいな感じで、あんまり今話聞かれへんような人の話とかを聞くと、多分見てくれる人増えてくると思うね。なるほどね。うん。YouTube、見ましたよ、うちの相方の元相方のやつ。見てんの？マジで？見ましたよ。たまたまなんか開けたら出てきた、うん、それこそ関連動画で出てきたんだ。え、4つ上げてるけど、4つとも？ 4 つも全部見ました。マジで？俺、見ましたよ。俺絶対見てないと思ってて、俺。いや、見ましたよ。うん、あれ、うん、あれと思って、あれで、なんで出てんの、うん、みたいな。じゃあちょっと、それ見てんねやったら話早いわ。ちょっとあの、何個か聞きたいことあるから聞いていい？え、何ですか？なんかさ、なんかそんな、その動画見ててんやろ？動画見ててんやろ？見ましたよ。その中で言ってたけど、はい、あいつが言うには、あの、ストリークの、はい、あの、ピークの時な、あの、はい、受けすぎて、客の笑い声で風圧来たって言ってたんやけど、はいはいはい。これほんまなん、これ。あれはほんまです。もう、六甲路しかないよぐらいの風圧来ました。嘘つけー言うて。いや、あれはね、ほんまにね、うん、味わってきたってことやろ、六甲おろしが。来ました、来ました。うん。どこの場面で言うてましたっけ？ NGK。NGK 言うてたんちゃうかな。確か NGK 言うてたと思うけどな。あのね、うん、あの、M1 のね、あの、敗者復活戦が、うんうんうん、まあ僕ら、全然まあ決勝には行けなかったんですけど、うん、うん、うん。その、まあ、決勝 NGK で、あ、準決勝け、あの、NGK。はいはいはい、そうやな。そう、そこで負けたら敗者復活に回るっていう。うんうんうん。で、敗者復活の場所がちょうどね、神宮球場やったんですよ、うん、その年。はいはいはい。2005年から俺多分神宮俺行ってんねん、俺。あ、行ってます、うん、兄さん行ってます、うん、俺会うてると思う。多分2005年やったんちゃうかな、はい、神宮やった。ほんで、うん、その、まあ、準決勝の舞台 NGK でやるときに、うん、普通はまあまあ決勝行かなあかんみたいな意気込みから入るじゃないですか。うんうん、僕らつかみで、うん、神宮球場行くぞ言うたんですよ。おまあまあほんまに野球好きで、ほんまに神宮球場でも漫才やりたかったから。で、神宮球場行くぞ言うたのに、いや、決勝行かんかいっていうボケのときに、うんうん、めっちゃ笑い来たんですよ。まさか六甲おろしが。そうなんです、そこで六甲おろし、ブワー吹いたんですよ。でも、つかみがそれでわー来たから、もう何言うても受けるようになって、でたまにね、ほんま六甲おろし吹くんですよ。そうなんや。吹いたんやな。いや、その六甲おろしまで吹かしたコンビがなんで解散したんやっていう話やね、ほんま。まあ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 、いろいろ、うん、まあ、その、コンスタントに六甲おろしを吹かされへんかったという。そうやな。そうなんですよ。浜風みたいなね。うん、浜風はもう、ちょっと左バッターの天敵やからな。そうなんですよ。だから金本さんが、ようホームランボール阻止されたみたいな。そうやな、浜風に阻まれて。感じで、僕らもちょっと逆風が。うん。まあ、追い風ばっかりじゃなかったというところですよね。あ、そう。いや、もう、でもずっと続けていくんかなと思ってんけど。
で、いや、まあ、続、うん、まあ、でも相方の、うん、まあまあ、その、うん、空気も感じてたんで、まあまあ、多分もう、ね、もう、多分もう、向こうから多分、まあ、解散の話来るんちゃうかなと思ってたんで。もうその空気出てたんや。出てましたね。うん、確かになんかその動画でも言ってたけど、まあちょっと解散するっていう、はい、まあ1年くらい前からちょっと薄々そういう風になんか思い始めたみたいな言ってたもんな。はいはいはい。じゃああいつ露骨に顔に出てたんやな、辞める空気。まあ出て、顔には、うん、まあ顔に、うん、まあその雰囲気は出ますよね。うん、じゃああれ、あのほら、その動画見てくれて言ってたと思うんだけど、あの、はい、あの、こっちが解散しようって切り出したら、あの、その話15分ぐらいで終わった言うて。あ、そうです、うん、もうだって薄々感じてた。そっか。そうです。いや、何にもわからんと突然言われたんやったら、あってなりますけど。ちょっと待ってってなるけど。はい。もう薄々か、あ、来たなと。来たなと思ったんで。うんうんうん。うん、だからもう15分ぐらいで、うん。多分そんな引き止めてもね。うん。で僕にも責任あるし、引き止めてもう一回やろうや言うても、彼の人生もあるんで。ほんまな。いや、もう、ちょっと山田の話聞いてたら、もうほんと吉本はクソ野郎やな、ほんま。人格者や、やっぱ山田は人格者やわ。そうやろ？俺もそう言うてんで。まあ、だから、はい、なんか15分で終わった言うて、あいつなんかはら、なんかな、ちょっと、あいつ15分で終わったんすよみたいな言ってたけど、いや、それは多分、うすうす感づいてたんちゃうつって。はいはいはい。しかもほら、何年もやってたらさ、大体解散しようって言った時は、大体腹くくってる時じゃない。まあそう、そうです、はい。それでさ、もうちょっとやろうよ言うたとてな。はい。まあ、当時はもうほら、M1 も終わってたしな。だからもう、もう一回その浮上するきっかけもなかったし、うん、っていうところですよね。うん、ただ、なんだっけな、あの時確か言うてたのは、その田村健二さんが誰かに、いや、もう一回ちょっと、もう一回だけザ・漫才、その時ザ・漫才やってたん。はい。挑戦して、それで決めたらどうみたいなこと言われて、吉本が、ちょっともう一回だけザ・漫才出てみるかみたいなことふわっといたら、いや、もうええわよって。言われた言うて。いや、そんな覚えてないんですよ。あ、覚えてないか。あ、そう、うん、覚えてないけど、いや、やってもいいんですけどね、それでやって、で腹くくってるわけじゃないですか。そうやんな。じゃあ、そこで結果残さなあかんみたいなところもあるし。そうなんですよ。余計僕にプレッシャーがかかってくる。やめるに向かってやるっていうのもな。そうなんですよ。ちょっと大変なもんやんな。そうなんですよ。うん、あともう2、3年頑張ってとか。その目標があるんやったら、まあ。そうやな。ずるずるいったとては、それちょっとあるな。はい。だって最後、M1出てみようかとか、うん、まあそういうやつやったら分かるんですけどね。うん、難しいっすよね、うん、解散って。だから皆さん、よう、ほんま、みんなどうなんかな思って、どないして解散してはんのかなって。分かる分かる。僕らは特殊やったんかなとか、いろいろ考えました、ね。いや、でもまあそうやな。大体どっちか一歩がやっぱり折れるっていうパターンが。多いかな。いや、僕はでも、うん、まあ、うすうす、まあ、解散、うん、あいつが言うてくれやろな、と思ってて、うんで、僕はもう全然そんな芸人辞めるとか、うん、全然考えなかったんで、で、めっちゃ好きですし、うんうん、お笑い好きなんで、おうおうおう、だから全然辞めるっていう選択肢はなかったです。あ、なるほど、もう解散した時も。はい。うん、もう一人でどうやっていこうかなっていうのだけしか考えてなかったですよね。さすがにまた組んでとかはないやろ。ないんです。それよく聞かれるんですよ。そうやろ。もう大変やもんな。大変なんですよ、うん。また一からやる言うたらな。はい。うん。一からまた方向性決めて、二人で、うん、じゃあどれからやっていこうかとか。うん。っていく労力がもう、それ考えたらやっぱりもう一人の方がもう楽でええなっていう。そうやな。毎度言うのか言えへんのかっていう問題から始まるしな。そうなんですよ。毎度言うた方がええのか言わん方がええのかいうのも考えましたよ、ピンになってから。ずっとな、ユニフォームでやってたから、そのユニフォーム脱ぐのか着ておくのかみたいなのもあるしな。あ、そうそうなんですよ。うん。ただ脱ぐ選択はなかったですね。ああ、なるほどな。僕多分もう脱ぐとき、多分芸人も多分もうやめてると思う。いや、文字通りユニフォームを脱ぐときなんやな。そうそうですね。ええなあ。いや、だから、そういうさ、まあ、配信見てんやったらわかると思うけど、ほら、あいつは、すごい、もともと、まあ、自分でも言ったけど、口が悪い、言うて。はいはいはい。うん。でも、なんか、山田は、なんか、裏で別に他の芸人とかに、吉本の悪口言うてなかったみたいな。言うてないですね、別に。うん。特にそんな不満とかなかったってこと、まあまあ、いやいや、不満はもちろんありましたよ。うん、ありましたけど、うん、まあ、別にね、そんな、辞めた人の、そんな悪口言うても。
うん、いや、やめた人もそうやし、あとその、なんちゅうの、組んでる時も。まあ、組んでる時の愚痴とかありましたよ。うんうんうん。まあ、それは先輩と飲みに行った時に、まあ、ちょっと言うたりはしましたけど、うん、そんなにどぎつい、うん、あれはなかったよね。いや、だって別に僕がちゃんとし、そんなそこまでしっかりしてるわけちゃうし、そんな言える権利ないでしょ。本当に吉本はクズやな、あいつは。ほんまに。ほんまに。あいつの方が言える権利ないくせに、ずけずけ言いやがって、ほんま。僕、言うの嫌やから、こうやって兄さんに言うてもらう方に持って行ってるんですよ、優等生ぶってるんですよ。いや、だから、あれ、ほら、なんかその、最後、その解散決めた時も、なんか、吉本が、ちょっと、もっとボケの言い方、こういう風にした方がええんちゃうって言ったら、山田に関係ないやろって言われて、それがちょっとショックやったみたいな。ああ、それ見ました、うん、そこ見ました。うん、覚えてるそれは。いや、僕、全く覚えてないです。そう、まあ、そうやんな。というか、僕、多分ね、そんな言い方しないと思うんですよ。あいつのフィルターが通ってるからな。うん、うん、そうなんです。うん、僕は結構、僕、そういうことについては先輩とかとよく相談してたりしてたんで、その言い、うん、その言い方とか、うんうんうん。で、言い方はめっちゃ気ぃつける方なんで、うん、僕。うん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 、で相方がそういう風な言い方をしてんのを先輩に相談したことはありました。そうか。そうなんです。ちょっとその、まあまあ、その、慣れてない、MC 慣れてない子が MC やるってなった時に、うんうんうんまあ、結構きつめにバッて言ったりするんですよ。うん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 、だからそういうので、あんまりそんな言い方しちゃったらかわいそうやな、みたいなのを先輩に相談したことはありました。ああそう。そうだから僕多分そんな関係ないやろみたいな、うん、そんな多分発揮するような言い方してないと思うんですよ。うん、多分だからそれ言う、まあうん、言うんやったら、そういう、うん、そのボケ、そこのボケ、うんぬんじゃなくて、それ以前の問題や的なことを僕多分言いたかったような気がしますね。うん、あ、なるほど。そのボケの言い方どうこうじゃなくて、はい、そのもう、もうネタ自体が。そうそう。じゃあそんな、まあ自分の中でそんなにしっくりきてなかったから、言い方変えたとってそんな変わらんやろみたいなニュアンスやったよな、はいはいうん、あれでしょ、今のボケのそのニュアンスとか言い方じゃなくてこっちの言い方の方がもっとウケるみたいな話やったでしょ、うんうん、そうそんな話やりましたっけ。そんな話やったと思う俺でしょ、うん、いや僕その世の中のボケの人って、うん、こっちの方がウケたっていうと絶対わかるじゃないですか、うんうんうん、あこっちの言い方の方がウケるなとかさらにさっき漫才出番やって、うん、あめ、うん超受けたなと、あ、うんうんうん、こっちの方の言い方の方がええねやってなったら、うん、必然的にそうするじゃないですか。そうやな、はい、自分で分かってたらな、うんはい、まあなんか、まあ、あいつはあいつで見てたところの景色があってんやろうけどな、まあ、そればっかりは、うん、そこもまあまあちょっとその、うん、2人のちょっと何ですか違いというか、まあそれもあれやろうな、まあ、そもそもがさやっぱりその何ちゅうのこうロック殺しがあまり吹かなくなってきたところぐらいからちょっとなんとなくやっぱりコンビってそうですねちょっとすれ違いが出たりするやんか、ちょっとギクシャク出す、まあ、そこもあんねやろうな、あまあまあ、うん、どこのコンビもそうですけど、まあ人のせいにしだす、うん、もうそうやね、大体そうやね、ほんま、はい、うん、まあ、自分のせいでもあるんですけどね、大いに、まあ、そうなんだ、自分のせいでもあるっていう言葉は吉本から出てけへんかった、うん、もう全然出てけへん全然なんで聞いたんですか、女の子がいるあらなのに決まってますよあいつはな、いやでもね、いやあ悪いやつやないねんけどな、あいつの、いや悪いやつじゃないです、全然めっちゃアグレッシブですし、あいつ助けてもらったこといっぱいありました、ね、うん、あその言葉は出てけへんかった吉本から出てこなかったよまあまあ僕結構そんなひ、うん、かんそんなに動く方じゃないんで、うん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 、まあまあ相方がその点ね、いろんなところで、うん、まあまあそのイベントやるとかなった時に、うんうん、まあまあその辺は相方に甘えてた部分もありました、うん、あ、うん、まあコンビって役割やもんな、よくまあ言われるのがそのネタとかをこうしっかり作る方と、あとちょっと周りとの外交というか社交的に早く作る方とかな、はいはいはい、なったりするけど、まあまあどっちかというと吉本は結構後輩、先輩とかにも可愛がられる方やったしな、そうですね、先輩にもいじられて、うん、まあ大阪おる時なんか次長課長さんとか、うん、トスとかも可愛がってくれてたのは相方の方なんで、うんうん、僕もまあまあ一緒に、うん、まあまあ相方も可愛がってもらってて、まあ僕も可愛がってもらったみたいな、はい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 、あったんで、うん、
まあまあその辺は全然感謝しますね。感謝の気持ちはあいつの口から出てきえへんかったいや、そんなん言わんのですよ。多分思ってると思う。いや、思っててほしいですけどね。そんな思っててくれへんのやったらほんま。いや、でも、その、テンダラーさんの、浜本さんの結婚式で、ちょっと再結成してやる言うて。はい、あ、そう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 、そう、うん。なんかその時に、まあ、はい、吉本は、なんかもう辞めて2年ぐらい経ってる頃やから、ブランクがあるじゃん。はい。で、あいつはちょっともうドキドキしてて、ネタ合わせをしたいと。練習しときたいと。はい、でも山田からそういう話は言ってくれなくて、結局当日まで何もなくて、当日もなかなか言ってくれなくて、もうそのやる30分ぐらい前になって、やっと自分からちょっとやろうや言って、やっとやってくれたみたいな。はい。でも結果、自分はYouTube とかを見て、ネタを書き起こして思い出して、やってて、はいはいはい、で、いざネタ合わせしたら山田の方が全然覚えてなかった言って。これはほんまです。あれどうやったっけっていう。それはなんかなかったね。ちょっと練習しとこやみたいな。いやいや、いやほんとだから30分前ぐらいでもうやりながら覚え出すやろ思って。あ、なるほどな。もともと30分前ぐらいからやる自分の中で心づもりやったよな。そうそうそう。うん、で、その結婚式のネタって、ほんまはラジオ体操から矢野さんの応援歌に変わるっていうネタやったんです。ああ、なるほどね。うんうんうん、そうなんですよ。その結婚式のネタっていうのは、うん、そのパパパパーン、パパパパーン、パパパパーパーパラパパーパーって結婚式から六甲おろしに変わるっていうネタやったんですよ。なるほど、なるほど。そうなんです。だからいつもやってるのとちょっとちゃうんですよ。なるほどね。うん、そうなんですよ。だからラジオ体操から矢野に変わるやつと、うん、結婚式から六甲おろしに変わるやつが2つやったんですよ。だからそのラジオ体操をやるのか、そのまあ、浜本さんの結婚式の二次会やから、うんうん、その結婚式の方から、その六甲おろしに変わる方がええのかっていうので、うんうんうん、それがまあ強引に結婚式から矢野さんの応援歌に変わるっていうのが、どっちにしようかなみたいな、まあ2人で決めたらええかなみたいになって、うんうんうんなるほどな、うん、でまあまあちょっとまあ30分ぐらい前にちょっとやろうかなって、うん、まあまあほんで結婚式の二次会やし、うんうんうん、でまあ久しぶりにね、うん、2人で漫才やるし、うんうんうん、まあグダグダなってもそれはそれでおもろいかなと思って。まあね、ブランクあるしな。そこみんな、はい、芸人の人結構見てるから助けてくれるもんな。はい、助けてくれて、うん、グダグダやないかっていうツッコミも多分やってくれると思うんで、チェックできたらええかなと思って。で、まあまあ、1時間とか2時間とかがっつりまた打ち合わせやりだしたら、また喧嘩するんで、僕は。あそこがちゃう、ここがちゃう。そこは楽しくやれよ、おい。うん、いや、もう矢野のハモリが全然会えへんとか言って、2、3時間喧嘩したことあります。なんかその話言うとったなぁ。会うとか言って、めっちゃ揉め出すことあるんで。彼、キー高いんですよ。なるほどな。だからあれはもうキーを上げてくれんと合わしに行けない。そうなんです。だから僕がキー上げてちょっと合わしに行かんとみたいな。それのちょっとハモリの練習までせなあかんの。そうやろ。結局吉本は吉本でちょっと山田の方がキーが低かったと思うんですよって言って。言ってました。言ってた。だからもう。いやいや、合わせろよ、そこは。いろいろ答え合うわ。僕発信なんでね。あ、そうかそうかそうか。ネタは、はい、うんうんうん、彼発信やったら彼のキーのまんま言ってくれたら僕がそれに合わしに行くんですけど僕発信で始まるんで、うん、多分キーが低かったら多分彼合わしに行かれへんのでしょう。そうな、あ、まあな、自分のキーがあるからもうそこにスパーンって入ってくれるキーでそもそも入ってくれない、無理なんやな。そう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 、うんうん、合わせられない。その浜本さんの結婚式の時も、はい、久しぶりにおったのにあんまり世間話してくれなかったみたいな、ちょっと寂しそうに言ってたけど。いや、ほんまに寂しそうに言うてました。もうなんかちょっと寂しそうにというか、まあ不満げに言っててんけど、不満げに言ってんけど、俺は寂しさの裏返しかなと勝手に思ってるけど。ああ、うん、うん、いや、まあそんなん別に喋ることもないですしねだって久しぶりにどう、元気ぐらいしかないじゃないですか。何、まあ、何やってんのぐらいしか。まあ言うたとてやな、うん、言うたとて、うん、でも彼は彼で別にね、久しぶりに来て周り芸人さん、久しぶりに会う人いっぱいおるから、僕なんか。やっぱり喋りたい人もおるやろうからね。そうそうそう、うん、僕なんかに時間割くより、他の人で咲いた方がね、ね、うんうん、いいや。何なんすかね、それ。なんでそんなん言うて、別に喋らんでええやん。いや、寂しいねんて。それ寂しいねんて、それは。言うても。
言うても。そんなん、だってもう今、いまだに、Facebook の知り合いかもんとこに相方の名前が。知り合いも何も、もっと相方やよ。うん。それは知り合いかもで、友達申請はせえへんねん。しないんです。まあ、でも俺も最近やからな、Facebook でつながった。あ、ほんまですか。うん。でもなんか吉本はちょこちょこ山田の Twitter とかで動向を伺ってるとか言ってたけどな。何それ気持ち悪い。なんでそんな動向を伺うねん。いや、どんな仕事してんのかなみたいな、思ってんちゃうの、うん、別にね、どんな仕事してようか別にそう気になる。いや、やっぱりそら、元相方には、そのなんか、そら、うまいこと言ってほしいっていうか、そらあるでしょ。いや、うまいこと言ってほしいと思ってるんですかね。いや、それはさすがに、その、なんか一生売れるなとは絶対思えへんと思うよ。そこは。そこはないよ。あ、お前か。それはないと思うけどな。それ思っててくれたら、うん、そう思っててくれたらありがたいですけどね。うん、最後、動画の最後でも、ほら、山田くん頑張ってください、言うて。あ、言うてました。あ、そこまで見て。諦めんなよ。うん。パート4の一番最後で山田くん頑張ってくださいって、やっと言うたんや。あー、マジっすか。うん。頑張ろうかな。元相方のためにも。そうやな。うん。やめんかったらよかったのね。これ、やめない芸人の話を聞こうじゃないですか。うん、そう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 。あいつもやめんかったらよかったのにと思って。いや、それはあれじゃない。やっぱり、まあ、自分の中で、その動画の時も言ってたけど、ピンでやるのに、ちょっといろいろ限界感じてみたいなのはやっぱあったみたいけどな。ああ。ただ今なんか別にね、まあまあ、そんな、いろいろ発信できる。そうそうそう。ね、そう今でこそな。昔はな、あんまりもうなかったけど、そのストリーク解散した当時とかあんまなかったかもしれんけどな、今はその、だからあいつはなんか言ってたよ、この間。競馬の予想で副収入になれへんかな、思って。ああ、そうそうそう。いっぱい勉強してるよ。競馬、あいつ競馬好きやし、めっちゃ詳しいから、うんうん、競馬もね、野球も、そんなおっさんターゲットじゃないですか。うん。だから全然やったらいいと思ってるんですけどね。うん、今日も配信絶対見る言うとったで。え、マジっすか？うん。だから見てんのか、毎度。毎度、うん、うん、配信、だから、これ見てるで、なんで見てるか言ったら、チャットに、じゃあ参加しろって言うたけど、チャットに参加せんと、はい、ずーっと俺の LINE に送ってきてんねん、これ。何しとんねん。ずーっと俺の LINE に、阪神の話長いぞから始まって。うわ、また突っ込んどるわ、もう。いらん癖出とんねん、いらん癖。で、ほら、さっきなんか、山田自分のせいもあるみたいなこと言ったら、はい。吉本の口からそんなん出えへんかったな、って言ってたら、言うた、言うてる、言うて。言うた。言うてん。ちゃんとね、一応、LINE のところで、毎度って書いて。いらんねん、いらんねん、もう。山田の毎度にこうして、毎度って来たけど。あ、まじですか、毎度なんやねん、ほんま。そんなんやれたら、もう来たらええのに、ほんまに。なあ。久しぶりに。うん。別に、だって見てるから、それだったら参加したらええのに言うてんけれども。いや、僕は気まずいですわ、今来たら。だって、その毎度言うてたよ、今。いや、毎度は今、おらんから言うてるんですよ。多分、来たら多分喧嘩しますよ、多分。いや、もう、喧嘩する理由はないやん。もうだって、ほら、コンビでやってるとな、その、コンビをうまく回したいから喧嘩するわけじゃない。お互いの正義がぶつかって。確かにね。うん。別に今、仮に現れたとて別にさ、そこのさ、その喧嘩とか、理由する理由はないやろ。いや、一個ね、ちょっと僕、苦情あるんですよ、おっとーい。何ですか、うん、あいつ、僕を差し置いてね、うん、もう芸人辞めた後にね、うん、なんか赤星さんのね、なんかパーティーのね、なんか司会やってるんですよ。ちょっと待って、それ聞いてない。うわ、出たわ。たまたまなんかのね、うん、なんかのそれこそフェイスブックかな、なんか誰かが教えてくれたんですよ、うん、あれみたいな、うん、吉本さん、なんかのパーティーの司会やってますよ、みたいな。あれやめて、あいつ、あれ、なんか不動産屋かなんかやる言うてたのに、あれ、なんかピンでまた芸人やり始めたみたいな。うん、いやー、やっと、ちょろちょろやっとるんですよ。うん、まあ、たまたまやっていうのが来たけどね。たまたま。Z さんの司会って、スポーツ用品の Z かな。あ、うん、なるほど、あ、そうですね、スポーツ用品店の Z さんのあれかな、うん、赤星さんも Z さん使ってはったんで、うん、うん、もうちょっと俺もチャット見なあかんし、山田しゃべらなあかんし、ここで LINE で返事来るし、めっちゃめんどくさいねんけど、なんやねんこれ、もう無視しといてください、ちょっとね、じゃあもう入ったらええやんけって
こう今打ったらの今風呂です言うて、お前なんで風呂で風呂で元相方の配信見てんねん。そういうとこですわ。そういうとこやな。結果そういうとこやな。この40分と我慢できんか風呂。お前な、ちゃんと時間言うてんのになんで風呂入りながら見てんねん。ほんま、まあまあそこ、まあまあ芸人やってたら多分我慢してたんですけど、もうええやろみたいな感じでしょ、うんうん、そこも。まあでもいろいろちょっと答え合わせができたな。あ、ほんまですか。まあほら、一方的なあの吉本のフィルターのかかった話しか聞いてなかったから。ああ、まあでもまあ8割、9割は言うてることはおてますよ。おてたんや。おてますおてます。まあちょっとまあ大げさに言うてたりすることあるけど、まあまあ。まあそれはお互いとしての意見やもんな。そうそうそう、コンビがあってな、お互いまああるんで、うん、まあどこのコンビも多分あるでしょう。そうやな、相方がこう言ってたからってそれを否定することでも向こうの考えやからな、別に否定することでもないもんな、うん、そうそうそう、いやでもねやっぱりね、うん、漫才はしたいなと思いますね。あ、ほんと。うん、はい、でもたまにはやっぱり漫才したい、まあ、M1 とか見てたら。ピンでやってるとな、やっぱり。うん、そうなんですよ。やっぱりね、ま、こう、2人でトークライブとかそういうのとまた違うもんな、漫才ってな。違うんですよ、うん。やっぱりがっつりしたネタを、まあ3分、5分、10分ぐらい、うん。たまにちょっと漫才やりたいなっていうのはありますね。やっぱ、ほら、俺もピンで、まあ、たまーにやけどネタやったりとかな、そういうのしてたりとか。はい、で、結局、ピンでやるときとコンビでやるときって、やっぱちょっと笑いの量は結局違うもんな。あ、違いますね。うん。違いますね。やっぱ二人で喋るからな。はい。で、まあ、その、アドリブ入れたときとか、うんうんうん、その、まあ、笑いの量も全然違いますし、うん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 、まあ、2人で作り上げていくもんなんで、うん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 、やっぱ1人でやるもんと2人でやるもんと、やっぱり、うん、ツッコミのありがたさっていうのは分かりますね。あ、そう、もうピンになったらツッコミのありたまに思いますもんね、うん、ここ吉本おったら多分ツッコんでくれてんねやろなって思う時ありますもんね。ああ、はい、うん、そうやな、煽ってくれたらなって思う時は何回かありました。あ、うんうんうん、それは、うん、まあ元コンビでピンになった人ならではの意見やろうな。ま、うん、あそうかもわかんないですね。うんうんうん、なんかテンダラーさんかな、ラジオかなんかで言ってたけど、ストリークの再結成はボーイの再結成より難しい言うて。そんな大物と一緒にしてもらう。そうやな、うん、だから俺はもう、ボーイストリーク、オアシスはやっぱ再結成難しいなぁ。ああ、うわ、うん、オアシスよう聞くわ。オアシスはもうあそこは、あめちゃくちゃ仲悪いからな。うん、あれ、しかも兄弟で仲悪いし。そう、兄弟やね。兄弟やのに仲悪いから余計立ち悪いね、あれ。立ち悪いですよね。うん。いろんなあるんでしょうね。うん、なんかさっきチャットで、ストリークと飛び石連休は仲いいんですかみたいなのあったけど。僕はだって昔からも藤井さんと一緒にやってた。飛び石連休っていうか、俺がな、はい、俺がもともとその、大阪の吉本の養成所で、で、1年後輩ねんな、ストリーク。そうです。僕ら15期生で、うん、藤井さんが13期生。そうそうそう。あいつおもろいな。初めて笑ったやろ。いや、僕も初めて笑いましたわ。吉本で初めて笑ったやろ。お前、おい、風呂から入ってきたけど、声入ってへんがな。毎度。声入ってへんよ。毎度いや、毎度やないよ。いらん。おい、もういらんねん。ちょっとチャットの返事ないから おかしいな、思うたけど。うん、いや、そら、声言うたら行くでしょ。いやいや、そう、今風呂や言うて、断ったやん。いや、もう、まあ、なんで入るの。ガッツリ風呂です。お前声、声、久しぶり。久しぶり、お、久しぶり、毎度毎度いや、もう息を追ってんの。すごい、出るつもりなかったのに、もう。いや、違う、ずーっとチャットで、チャット、じゃあ、LINE でさ、送ってくるから、いや、出たいんかな、思って。いや、出たくはないで、いや、終わってから見てほしい、見てはんのやろな、と思って。うん、で、それついで入れてたら、なんか、既読になるから、見てるやんと思って。で、画面見たら、チラチラ、なんか、携帯見てるなと思って。うん。で、もう、しゃあないから、ちょっと、ね、僕で文句あったら、ちょっと入れようかなと思って。うん、もうちょ、まあ、自分の名前、毎度って入れんなよ。入れないから、別に。お、出た。ちょっと濡れた吉本、鬱陶しいの。そう、鬱陶しいですよね。ちょっと
いや、マジで野球の話長いわ。いや、ずっと野球の、俺だから、あえて吉本が見てるの知ってたから、あえて全く触れずに阪神の話題だけで1時間いったろかな思ってて。やめえよ、ほんま、うん。いつ触れてくれんねんと思って。いやいや、そらするやろ。だってユニフォーム着だしてんねん。いやいや、いや、これ見てる人誰も求めてないから。いや、言われたやろ、言われたやろ、あ、前、あの、ユニフォーム着てへんのに、や、ユニフォーム着てるのに野球の話全くせえへん言うて言われたやんか。言われた。で、俺が最初に言い出したやんか、それ。そういう、そういうことやんか。ユニフォーム着てんねんから野球の話せんと。いや、違うよ。俺がオールザッツ終わりで言うたのに俺行かへんかったやねん。オールザッツ終わりで。そういう、そういうことや。だから今触れなあかんやんか、野球。だって、兄さんが野球のユニフォーム着出したんやんか。ちょっと待ってな、あのほんま YouTube は男の乳首も禁止やからそれだけやめてな、ほんま。あ、マジですか、うん、男の乳首も。江頭さんもちゃんと乳首隠してますもんね。いやでもほら、言ってたよさっき、あのな、見てたやろ、はい、あの吉本があの浜本さんの結婚式で全然喋ってくれへんかった言ってたけど。いやだから僕別にいたらそう寂しく思ってませんって。いやでもその寂しく思ってなかったらわざわざ言えへんやろ。いや、違いますよ。だからネタ合わせを切り出すのが遅いっていう話をしたから。ネタ合わせをもっと早くからしたかってんて。あの時こっちのブランク考えろっていう話です。いや、そんなもう何、もう何百、何、何千回やってるねんか、もう。それは現役のやつの言い分じゃ、それは。それは言うてたけど、でも結局何百回何千回やってたネタを忘れてた山田の方やってんやろ。そうです。まあやったら覚え出すやろ。わあ、あいつなんでなんかあいつだけ風呂場入ってあんな格好で聞いてるんですか。ほんまやな。俺ここでのストリークの再結成、俺アリーナで楽しむ。俺いや再結成はやめてください。やめてください。喧嘩始まりますよ。再結成じゃ再結成じゃ、ここのな、ここでしか見れない再結成だ。いやマジで今日出るつもり全くなかったのに、もういや入れてくるからやん。だからほんならもう無視して見とったらええやん。山田あの見てないやろうけど、先週ちょっとあの吉本また出てもらって生配信で。あ、そうなんですか。でまあいろいろ追加の、それこそその時に浜本さんの結婚式の話とか聞いてて。ああはいはいはい。でそれは見てなかったな。じゃあちょっと山田に出てもらってちょっといろいろ話聞くわっていう話をその時しててんけど。僕が言うたんですよ、それ。そうそうそう、しててんけど、それで結局、あの、誰でもええやん、もうそれ僕が。俺が言うたと。俺が。それどっちでもいい。もう別に誰が言うても。で、それを、あの、なんかあの。あったぞ、こいつ。よっ、あれ、見てください、もうこいつの顔、こんな、これが腹立つんですよ、これ。わかります？わかる、俺、あの、ここの、この、あの、俺、吉本のがうどん食ってるとこめっちゃ腹立つもん、俺。ここめっちゃ伸びんね。そうそうそう、ここでしょ。ここめっちゃうどん食うとき、ここめっちゃ伸びんね。そうそう、腹立つんです、ほんま。え、ほんで、その話を。それで話をして、じゃあ今度山田の読んで生配信。この生配信はもともとな、ちょっと企画としてやめない芸人に聞くっていうのはずっとやってたから。はいはいはい、はい。それでだから、まあでもちょうど山田とかはさ、キャリアも長いからさ、俺も話聞いたからちょうどええわと思ってて、お願いしてみるわって言ったら、僕絶対見ますって言って。ああ。うん。いや別に見やんでええよ。いや見ますって言って、まあ、で今日ももう本当に始まるずっと前からあの見ますからみたいな告知入っとったから、 LINE で見ます、見ます告知 LINE で入っとったから。見ます、うん、見ます告知いらないですよね。全然意味わからない。取ったらええだけの話や、うん、で早速そのもう開始3分で阪神の話長いっていうのが LINE に入ったから、もう聞きたかったんでしょ、自分があんだけ言うたもんだから。そうそうそう、どういう方に言われるのかっていうのを聞きたかった。いや、それは聞きたいでしょ、それは。ちょっとバランス取りたかったんで、やっぱりそれは。でしょ。自分がちょっとめっちゃ言うてるから、やっぱ相手も言うてくれないとバランス取れない。そういうことです。ところが、もう全然山田がそんな思ったこと言えへんから、もう株がガチン上がった。よし、ガチン下がってたから、ほんま。人の好感度下げやがって、ほんまに。いや、もう違う。下げたんじゃ、お前が勝手に下がっていって。勝手に下がっていってんから、それは。いや、感謝してるよ。何にやん。感謝してますよ。ほらほら。顔寄せても俺、泣かへんぞ、別にそんなに。ありがとうな。ありがとうな、毎度。毎度。ちょっと待ってくれよ、俺が泣きそうになってきたやないか、ほんま。泣ける生配信やわ。いや、でも生配信ないで。顔が赤なってきてる、飲みすぎやっても。
お前それずっともうずっと始まってからチューハイ飲んでんちゃいますよ。いやでもこれはあの要は2杯目というか、うん、でまたそれ強いやつちゃいます、あの 9% ぐらいのあれあのストロングは俺あかんねん、これ 6%。 あ 6%、 いや 6% でもちょっと 6% 許してくれ。いや藤井さんのチャンネルですからね、言っておきますけど。あ、どうぞ、あの、ご勘断を。いや、違う、ないわ、もう。毎度のチャンネルちゃうから。毎度回して。聞いたやん、せっかく。ほら、昔はこのメンバーで飲みに行ったりしたこともあったじゃない、その大阪の。いや、まあ、そうですよ。はいはいはい。で、俺、その時思ってたもん、俺。大体、その時ってさ、やっぱり、コンビって、やっぱり別々がかっこええみたいなところが、ああ、ありますね。あったから、それこそ、俺ら打ち合わせしててもさ、俺と、父親所の河本と、クッキーと痩せ爆弾のとか飲みに行ったら、もう白野とうちの当時の方と三島と誰かと飲みに行ってとか、こうほんと綺麗に分かれてみたいな。あーそうですね、時代やったけれども、でもちょっと飲みに行こうかっつったら、はい、ストリークは別に2人まとめてくるみたいな。いや誘われたら行きますよ別にっていうぐらいですよ、ね、でも後輩とかでも、いや相方行くんやったらやめときますわとか平気でみんな言うとったよ。2人で行くのは別にあんまりそんな気まずいですけど、そこに先輩とか後輩追ってくれたら僕ら別にそんなんは気にせんかったですよね。あ、ほんま、うん、はい、そうですね、だって2人と、だって、うん、千鳥とかと一緒に甲子園とかも行きましたし。あ、そう、はい、誰か追ってくれたら別に2人で全然行きましたよ。でもほら、その時もこいつは僕を掘って行こうと思ってましたけどね。まあ、この時の裏の話もありますよ、なかなかやりますよ。なんかそういうのがあったんや。え、どういう、いや最初僕と、ヒロリと、ワイリスの哲夫さんの5人で行くっていう話になってたんですよ。うんうんうん、ほんなこいつが横から、いや俺応援団の知り合いおるから、うん、チケット取れるでって言い出して、おーおーおー、ほんで数数えたらね、うん、1枚足りひんかったんですよ。ほんで僕追い出しとったんですよ、こいつ。あ、そう、覚えてるやまだ。いや、覚えてないな。ほんで、しゃあないから、僕、もう行けへんって、拗ねて、うんうんうん、拗ねたふりをしながら、うん、実際、自分でチケット買って、うんうん、ユニフォーム着て、球場で待ってたんですよ。おお、あったな、あったな、うん、あの、うん、コンビのユニフォーム着てやろう。そうそうそう、うんうん、まだその時、まだ僕、ユニフォーム着てた時やったんで、うんうん、そうそうそう、うんうん、だから、こいつは、そういうことを平気でするやつなんですよ。いやいや、それを僕がノリに変えたっていうだけの話ですね。うん、あの僕が拗ねていけへんかったら、ただただ僕が押し出されただけなんでね。うん、いや、うん、そのメンバーの中で、それはチケットが1枚足りひんってなったら、必然的にあなたがそら行かへんのが一番ベストやんか。いや、違う、俺が言い出したんや、これ。俺が言い出した。そもそもの言い出しっぺがな。そう、なんで言い出しっぺが俺多いだろう。お前寄ってへんかったやんけ、しかも本で。よかったな、おい、吉本、はい、山田が笑ってくれてるぞ。いや、笑うでしょ、よかったな。そうやな。いや、まあ、でも僕がチケット用意したからね。うん。いや、だからチケットは別にみんな、その時普通に買えたから。ちょっと俺一回抜けるから、あと二人で喋ってくれる。いや、それはちょっと。いや、ほら、なんか、前聞いた時は、お互い阪神ファンやから、その別に共通点とかあるし、なんかそういう、ほら、楽屋とかでも喋る話あるやん、みたいなこと言ったら、その、吉本が言うには、阪神ファンのベクトルが違うんで、みたいな。そうね。その、だからベクトルが違うから、だから余計に、だから最初の話の5分ぐらい耐えられなかったんですよ。要は、その、吉本が、ほら、結構悪口強め派の阪神ファン。はいはいはい。うん。で、俺はそういうの苦手やから。はいはいはい。多分山田もそういうの苦手やから、多分会えへん、みたいな。そうです。ああ。言うでいいんですか？何を言うていいよ。阪神の悪口でしょ？いや、言うたらあかん。言うたらあかんの？俺は主催者やから強制退場させることできるからな。いや、いや、お前みたいな、お前みたいなやつは。お前みたいなやつね。いや、それこそ、毎度チャンネル作って悪口ばっかり言いまくったらいいじゃん。いや、誰が見んねん、そんなもん。毎度チャンネル2人でやれよ。いや、なんで僕、毎度チャンネル。なんで僕毎度は2人のもんやろ。いや、毎度僕のもんですよ。僕がちゃんと岩本さんに許可もらってやってるやつなんで。でもそれはほら、別に今もお笑いやってらっしゃいませんし。やってらっしゃいませんけど、うん、毎度。別に一郵便局員の方が毎度って言います？いや、言わないですけど。言わないでしょ。あの、ピンポンして毎度郵便局です、言います？
言いませんよ、そんな。言いません。そんな言ったら速攻で局長に怒られますよ。じゃあすいません、山田さんのもんということで、すいません。そうですね。もしくは2人で毎度チャンネルをやって、週1生配信。週1生配信やってもらうということで。いや、たまに言ってるからね、毎度は。言うなってな。言うな、おかしいやん。の、せっかくここでやるの。悪口はもう毎度チャンネルで言ってください。いや、毎度チャンネルやらないんで、いや、もうそれはね。でもほら、競馬の、はい、ほら、YouTube やろうかなみたいな言ってたん、この間。いやいや、やろうかなと思ったら、こんなにプロが参入してきたんで、ちょっとやめようかなと思ってます。でもちょっとなんかしらやろうかなみたいなのは、まだちょっとほら、競馬の勉強してる言ってたん。だから、その競馬絡みの仕事はしたいんで、今でもね。だから言うたやん、その、馬で郵便配れ言うたやん、前。だから無理やよ、日本郵政グループは許さんで、それを。滑舌よく突っ込むなぁ。滋賀やったら別に馬でもいけんちゃうの。なぁ、立冬やもんな、うん、そんな簡単に言うな。今日の吉本は生き生きしてるなぁ。生き生きしてないっすよ。ちょ、マジでね、熱いっすよ。はい。乳首出すのほんまにやめてくれ。あかんから。いや、そうでしょ。だから、さっきまで阪神欲やったら今、ガッツリ欲なってる。うわ、さすが阪神ファン。おう、出た。いや、それどういう意味やねん、それ。半身浴。いや、そこかけてないわ、別に。半身浴の反対語、ガッツリ浴じゃないからな、別に。何ガッツリ浴で。ほんまに熱い。初めて聞いたわ。ほんまに熱い。じゃあ、はい、また2人でゲストで出てください。2人では出ないです、もう。また呼んでくださいね。また悪口の会、ちょっと。そうやな、うん、はい。また誘うわ。山田にもいろいろ話聞くわ。はい、今年はちょっとやっぱな、行かれへんかったから、大阪、いつもほら、甲子園。あ、ほんまですね、だっていつ もゴールデンウィーク、そうそう、ゴールデンウィークな、毎年な、ね、来てはって、僕が、帰省しててな、うまいこと手配してくれたりしてんねんけど、もう今年はやっぱさすがにこのコロナやから行かれへんかったからさ、僕も一回も来てないんですよ。あ、マジで行ってないんや。そうなんですよ。やっぱり今、チケット取りに行くんかな。取りにくいですよ、5000枚ですもんね。あ、そうか、もう争奪戦やな。争奪戦ですね。じゃチケット取れたら2人で行ってきたんや。行けよ。行く？行かへん。いや、もうええよ、別に今、何のしがらみもないから、コンビ解散したから、喧嘩する理由もないし。いや、ないですけど、別に。何かしら喧嘩してると思うんです。多分阪神のスタメンでついても、多分喧嘩してると思うんですよ。そうですよ。まだそこが合わない。スタメン、コロコロ変わるからな。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、そろそろ終わろうかな、1時間経つから。そうですね。もう僕これまた編集で上がってるんですよ。どうしたの？また編集されて上がるんですか？ああ、そうね、吉本のとこ切ってあげようかなと思って。あげた。切るな。使え、ここは。うん。あと、みんなちょっと今これ見てる人は、山下チャンネル登録してもらっていいですか？あ、ほんまや。チャンネルちょっと登録してくださいね。うん、山下チャンネル、あと藤井ページチャンネルも登録まだの方はぜひお願いします。お願いします。あと、吉本の毎度チャンネルもぜひともね。ないねん、ないねん、やらへん。もう今後、競馬の予想をね、馬乗りながらやるらしいんで。事前登録中やもんね、今ね。そうやな。やらないです。登録だけしてまだ上げてない状態のやつな。いや、やらないですよ。何ですか、やらないですからね。じゃあまた2人まとめてな。まとめてはもう大丈夫なんで。じゃあまず吉本から抜けてくれる？わかりました。すいません、こんな格好で。ありがとうね。乳首出たら怖いから。ありがとうね。ありがとう。うるさい。あ、ちょっと待って、吉本まだ待って。あ、うん。矢野のネタやってくれる？はぁ？うん。これ、ちょっと、ズームってちょっとずれるから難しいかもしれんけど。いや、むずいですし、で、うん、さっきなんか、キーが高いとか言ってましたけど、俺のキーが元気や。いや、だから、合うかどうかちょっとやってくれたらいい。元気は俺のキーやからな。誰きっかけ？あ、もう、僕きっかけでいいですか？いいよ。ちょっと待ってください。うん。ちょっと親父がちょっと怒り出してるんで。そんなことある？いや、親父がね、多分、用事帰ってきてるんですよ、今。あ、ほんま？ちょっとうるさいって？いや、風呂入るから、早く時計に取られてた。あ、ほんま。あ、そうか。親父出して。いや、出さないよ。みんな、ブルブルで音があかんねん。ほら。出ますんでね。わかった。おう。すみません。京都新聞、親父出してって、親父。うん。いや、あかんて、もう、もし、映ったらあかんもん映ったら最悪やから、もう。
そうです、そうです。もう、もう親父じゃあ、矢野のネタは次の回に置いといてもらうわ。はい、すいません。うん。じゃあね。はい、すいません。ありがとうございました。毎度。はいはい。めっちゃ怒ってるやん。YouTube 史上、一番怒ってたんちゃうかな。めちゃめちゃ、あんな怒ります。めっちゃ怒ってたな。おらー息子40代やで。あんな怒られるかな。40代の息子にあんな怒る？いや、あんな怒る親父じゃないんですけどね。あ、知ってんの？知ってます、知ってます。何回も会ったことあります。うん、あ、ほんま。はい。じゃあ、ベロベロやったよな。でもね、そんな郵便局勤めて、もうね、うん、安泰やしね。まあでも、契約社員とは言ってたよ。ああ、そうなんすか。まあだから契約社員やけど、まあそんなな、郵便局からそんな急にバツッと切られたりすることはないかもしれんけど。ただまあ、おい、矢野のネタはリベンジか。そうやな。いやー、矢野のネタは。もう言ってたでしょ。もう話の端々に出てたでしょ。あれは俺が言うたんやとか、うん、俺のが元気やとか。そうや、言うてた言うてた。言うてたでしょ。うん、もうああいうこと。もともと矢野のネタの話をしたときに、あいつが高いみたいな形で出たときに、もうこの LINE でも、いや、お前が低いんじゃっていうのが入ってたから。あ、もう来てました。うん、もうお互いやね、もうお互い、お互い。じゃあもうそこはな、ああ、ちょっとまた、ただな、ちょっとこの間、ちょっと吉本とやろうと思ってんけど、やっぱズームってな、お互いの声がちょっとずれるからな。ちょっとずれますね。そう。で、しかも二人同時に喋るとどっちかの声が消えんのよね。ああ、はいはい。うん。だからまあまあ、やるとしたらまあ、お互い、直接また会うて。うん。いや、直接会うの嫌やな。だから、あいつが滋賀やろ、うん、はい。で、今、兵庫県住みます芸人やから、まあ、高槻ぐらいで会うてもらって。うわ、うん、週刊の高槻で会わなあかんや。僕と吉で行くんで、ほんなら兄さん来て、名古屋あたりでちょっと、3人でちょっと飲みましょうや。いや、もうそれ呼ばれたら俺も行くしかないわな。ああ。それ呼ばれたら、二人に呼ばれたら行くしかない。ちょっとほんなまた飲みましょう。ほんで、またまた甲子園行きましょう。うん、あ、行きたいな。ああ、ほんま。あと、いろいろ、もういっぱいスパチャもらってるケロヨンもありがとう。ありがとうございます。ヘル・サワキも、サザン魂も、ルート P も、みんなありがとう。MHJM って NKJ 、うん。みんなありがとう。ラムショップカリもありがとう。ありがとうございます。うん、また出てよ。あ、ぜひ読んでください。僕、ほんまもう夜なんかも全然この時間、もう毎日行けるんで。あ、ほんま。結構声出しても大丈夫なの？全然大丈夫です。はい。あ、ほんと。じゃあぜひぜひ。怒鳴り込まれることもなく。そうやな。酔っ払って父親帰ってきて、おらーって。あんな怒ること。うん。じゃあまたぜひとも矢野のな。うん、はい、矢野のネタリベンジお願いします。矢野リベンジまたお願いします。それが成功したら今年優勝やろうな。いや、ちょっとでもあるんちゃいますか。いや、俺ももう今年シーズン始まった頃から、始まりたてはちょっと終わったと思ったけど、俺も全然戦力的にはいけると思ってるからね。しかもまだだって下にまだね、島本もおるし、桑原おるし、糸原に抜けてるし、もう戻ってきたからな。丸とも抜けてるし、うん、あと藤浪君な、全然悪ないもんね。全然悪ない、今年はだってデッドボールゼロですよ。そうよ、もうそれはもういけるいける、戦力的には足りてるよ。高橋遥人も帰ってきたし、うん、あ、やばいな、これも優勝やな。もう盤石っすよね。負ける気がせんな。もう負ける気がしませんね。これしたらまた叩かれるんですか。いや、もう全然もうあれやな、ほんま。ちょっと、そうかな。状況が許せば、この阪神の話だけずっとしてたかったわ、ほんま。いや、また、そんな回もまた作ってください。そうやな。みんな見てくれるかどうか。いや、逆にもう、山下チャンネル呼んでくれよ、俺。あ、まずぜひぜひ、まだ160人ぐらいしか登録者いてない。全然全然。またほんのなんかちょっと協力してください。あ、ぜひぜひ、何でもやらせて。ほら、山下チャンネル180人超えたっつって。うん、すごいな、やっぱり、YouTube って。うん、山下チャンネル皆さん登録してください。これのチャンネルの概要欄にも貼ってるんで。20人ぐらい増えましたよ、今で。お、マジで？よかったよかった、うん。この時間で。ありがとうございます。もう助かりました、ほんま。あ、でも、こういうの、俺なんかまだ脆弱なチャンネルやけどさ、他の人とかとコラボして登録してくださいって言ったら、意外と増えていくよ、YouTube。ああ。見てると結構みんなあったかいからさ。もうみんなあったかい方ばっかりでも助かりますわ、うん、もう。じゃあまたお願いします。お願いします。うん、ありがとうね。すいません。ありがとうございました。すいません。ゲスト、山田スタジアムさんでした。どうもありがとうございました。負ける気がせんわ。毎度。というわけで今日はですね、なんと、元ストリークの二人がね、なんと快く同時に出ることを受けてくれまして、
というのもね、まあ徐々に2人来ると思うんですけど、あの前にね、こう山田スタジアムが生配信出てくれた時にね、なぜかちょっとこう吉本が乱入してきましてですね、元相方ので、でですね、ほんで、あの最後にね、ちょっと矢野のあの応援歌ハモるネタがねあるから、それやってくれってこう言うたらですね、なんかあの吉本のお父さんがあのこう酔っ払って帰ってきて、ちょっと怒鳴り散らかしてましてですね、結局それが叶わなかったんでね、あのじゃあ今度改めてっていうことで、その時はね言ってたんですけど、まあ改めてオファーしたらほんまにちょっと受けてくれるとは思ってなかったんですけどね、ありがたいことに。いや、神企画だなぁ。ああ。まあね、ちょっと、まあ、二人来てからね、またちょっと説明しますけれども、まあ、言ってる間に入ってきてくれると思います。あの、11時回ったら適当に入ってきてって言ってるんで、多分、吉本はきっと見てるでしょうね。吉本はきっと見てるんでしょうけど。どうかなぁ。そろそろ来るかなぁ。まあ、どうせね、ちょっと、多分見てくれてる人も、ゆるゆる、ゆるゆる増えてくるとは思うんで、うん、一応ねいつものパターンで言うとね、一回これ生配信終わったら、非公開にさせてもらって、ほんでまた後日ちょっといろいろ編集、まあそんなめちゃ大きくは編集しないけれどもね、編集してからちょっと、まあ、15分ずつぐらいに分けて出すという感じにさせてもらってます。はい、そうなのよね。いや、岩見を召喚しろ言われても、あの、別に、いや、別に、読んでもええねんけど、別にな、向こうの仮チャンネルに乗り込もうかな、じゃ。向こうはあれかな、生配信してないのかな。ちょっとそろそろ来てほしいな。だんだん整ったんで。うん。グリーンでのユニフォームじゃないよ。一夜限り、そうね。でもちゃんとね、矢のネタハモってくれないと困っちゃうからな、そればっかりは。ちゃんとハモってくれるかな。問題はそこなんですよ。よいしょ。ちょっと待ってな。そうなのよ、前も言うたけどね、微妙なラグが、お、来た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 。お、出た。毎度。毎度。毎度お、聞こえてる？聞こえてます。聞こえてる？お、今日よろしくね。お願いします。お、生意気やな、吉本の方は後で来るなんて、あいつ一般人やの。生意気っすね。生意気やな、これほんまに。いつも文句ば、文句しか言えへんくせに。こんな時に遅れて。あれ、これ僕またワイプみたいになってるんですけど、これどうしたらいいんですかね。あ、ほんと、一応ね、こっちの見てる画面ではちゃんとなってるよ。あ、なってます？うん、ちゃんとあの、均等な大きさになってる。またどっかしら、なんか、うまいこと押すとな、分割画面になると思うんやけど、ええ感じの。うん。あれ？どうしたんや、これ。ん？どうなってる今、そこ。どうしたんや、これ。どうなってる？なんかワイプ、ずっとワイプになってますね。ワイプ。どっちの顔でかいの？これ。今、藤井さんの方がでかいっす。うん、マジで。でも、ワイプの部分押したら僕の方がでかくなりますわ。あ、ほんま？うまいことやれると思うんだけどな。こっち、おうおう、こっちの画面はな、いけてんねんけどな。な、全然わからへん、これ。どないしたん？俺もな、ちょっとスマホでやってるわけじゃないから、ちょっとうまいこと説明要せんねんな。ちょっと待ってよ、これ多分。あれ？吉本は吉本であれ手こずってんちゃうか。
これどないすんのこれ、うん、こっちはちゃんと見えてんねんけどな。しょうもない今、しょうもない今、はい、吉本に入れるかって聞いたら LINE で、はい、様子見てますって聞いてんけど、どういうこと、どうする、俺も主催者の権限でほっといて、これ今日の阪神の勝ちについて語る、もうそれにしましょう。いやー、やりましたね。この間のさ、あ、今日の、ま、勝ちも嬉しいけど、この間のあの、謎の一塁牽制の、あの、あ、マクガフの一塁牽制でしょ。あれ、なんなん、あれ。いや、もう、パニックなったんかな。バッターに集中しすぎてて、もう一塁ランナーがこう、二塁に行ってんの気づいてなかったんですよね、あれ。なんかな、まあ、解説もそう言っとったけどな、はい、多分走ったこと気づいてないですよ、みたいな。はい、そんなことあんの、あ、まあ、集中してたのかもしれんけど。普通走った時の、うん、その客のざわつきとか、そうやんな、あ、そうな、そうな、声とかで走ったのは様子でわかるんですけどね、うん、もうそれも多分もう飛んでたんでしょうね、バッター集中しすぎて。あれやろうな、ほら、あの観客も少ないじゃない、はい、だからあんまりそのわーっていう声にもなれへんやろうし、はいはいはい、はい、うん、そこまで気にせへんかったやろうな、もう僕らもあるじゃないですか、もう、うん、ボケなあかん思ってて、あ、俺あの振り聞いてない時やろ、振り聞いてない時とかあるあるあるあのもう次の話題言ってんのに一個前のボケ言っちゃうとかね、そう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 、あ、そう、これを言わなあかんみたいな、こうなってもうて、うん、またツーアウトやったのにあのスタンドにボール投げたマートンみたいな時やろ、あのマートンね、うん、あれレイサムと同じ日やったんかな、あれ、あ、ほんま？はい。巨人もレイサムいうやつが、ツーアウトやのにスタンド投げ入れたじゃないですか。え、同じ日に？多分何年か後の同じ日やったんちゃうか、うん、なんかね。あ、何年か後なんか。そう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 、うん。なるほどな。うん。魔の何月何日に出てたような気がします。いや、あれも、うん、レイサムビームや言うて、揶揄されましたやん。ああ、そうやな。そうそう。ツーアウトで投げ入れんの。いやでも俺ら勝った方やからいいけど、はい、ヤクルトファンとかたまらんやろうな、あんな負け方したら。ね、おう、いや、あんなもんだけど、うん、負けてる試合ですもんね。そうやな。あのまま1点も入らんかったら終わってる試合やもんな。はい。うん、あんなもうまさかあんな一塁牽制なんか絶対ない思うから、うん、もうカメラも追いついてませんでしたもんね。そうやんな。テレビ見てても、わー言うてる間にランナー帰ってきてたから、なんのこっちゃわからんかったですもん。うん、現場でもようわからんかったやろうな。俺はもう後からスポーツニュースで見たから、あれやったけど。あ、スポーツニュースで。おお、そのオンタイムで見られんかった。あれすごいね。いやいやいや、ああいうことあったから多分、今日もね、うん、危なかったけど、うんうんうん、勝ちましたもんね。勝ったからええやろ。な。いや、勝ったからいいです。もう勝てばいいんです。もう。前3つ負けたやん、巨人に。はいはいはい、だいたいほら、いつものパターンでさ、だいたい8月の終わりに巨人に3連戦3連敗して、その日終わり、その年終わりやんか。はい、終わりますね。俺もその時終わったなと思ってんけど、よく考えたら、はい、開幕遅れてるからまだ半分やねんな。あ、そうですそうです、うん。まだ半分あるんです。っていうことはまだあるな、これ。あります。しかもね、これ、うん、10月にもう1回巨人と4連戦あるんです。あ、これは来たな。そうなんです。またお決まりの大事な4連戦。全然わかんない。お決まりの。そうやってプレッシャーかけたらあかんねんで、これ。なあ。そこを乗り切れれば、阪神最終戦11月かな、3連戦がね、うん、甲子園帰ってきてからヤクルト3連戦なんですよ。マジでか。そうなんですよ。だからこれ、ちょっとヤクルトこのまま、まあ、ちょっとね、うんうんうん、もう最下位で、というか、5位、6位で失速してくれると。そうやな、もう10日になってくるんで、うん、ひょっとしたらちょっとあるかも、うん、あるかもしれんな、これは。あるかも。糸原帰ってくるし、いや、もう糸原も帰ってきましたしね、またちょっとあれやで、もう藤川球児引退からみんなモチベーション上がってるで、いや、上がってますしね、確実に上がってるな。いやいや、ほんまほんま、うん、今日も西がヒロインタビューってましたからね、うん、なんか富士山のあの引退の時の言葉で、うん、その伝統の一戦をもう一回再確認したみたいなね。そうやな。で、たんで、うん、ちょっとあるかも。うん。いやー、ちょっと楽しくなって、明日ですわ、藤浪。ああ、そうやな。うん。
なんやねん、なんでここやねん。またタイミング悪い。なんで今やねん。ね、ほんまに。おい、ちょっと散髪すんなよ、ほんで。散髪すな。え？これ何これ、これ何のユニフォームこれ。音出てないよ、また。音出てないよ。前度。もう一発目前で言わなあかんのに、音入ってへんやん。そうやな。おい、頑張れよ。まだ名前前度のままやないか。前度。池田、前度あれ長えよ、阪神の話。いや、入ってきへんからやんな。いや、入ってきへんからやんけ。うん、いや、違う違う、一応ね、あの、マクガフの話したんやろなと思って、一応待ったんすよ。なんでやねん、それ。それせなあかんでしょ、だから。あ、それ別にお前も入ってきたらええやんよ、そこ。ええ、別に。いやいや、いいっすよ。ほんで、あの、ちなみに、あの、レイサムは5月の21日で、うん、マートン5月26日です。調べるね。調べたよ。調べるのかよ。あ、違う違う違う、思い出した、うん、思い出した。あの、雄平となんか誰かが同日の日にセーリーグとパリーグでなんか両方そういうミスをやったっていう同日の日があったらしいです。それそれ、あ、ちょっと毎度毎度なんやねん、ちょっと調べてくれ。あのね、マートンがその、うん、2アウトで、うん、あのボール投げ入れた日が、うん、レイサムの誕生日ですわ。ちょっと前で調べて。調べてみや。レイサム。そうそう、多分ね、レイサムの誕生日にね、マートンがね、ツーアウトでボール投げ入れたかなんですよ。うん、なんか関連あったんですよ。僕、前調べたんですよ、それ。うん。ちょっと前で調べて。いや、調べてるやん、今。調べてるやん、今って。なんでデータ係やん。ああ、マートンのプレーはレイサムの誕生日プレゼントだったと思います。ヤフー知恵袋に書いてるんで、そうですね。もうええねん、そんな。ほらほらほら。関連あって、そうそう、今、いや、すっきりしたわ。ありがとうな、毎度。うん、毎度やれへんの。ありがとう。またな、ほな、またな。え、じゃあ、またやれへんねん。うん、いや、もうほんま。何の服、それ。これ、うん、これね、あの、うん、テキサス・レンジャーズのね、うん、ユニフォームやと思うでしょ。おうおう、違います。ストリークです。もういいや。何、今の前振り。ストリークです。おう、腕上げたな。腕上げたね、あれ。いやー、そっちか。そっちで来たか。いや、てかもう、あの、俺これしか残ってないから。おい、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。おい、合わせてこい、合わせてこい。え？いや、俺がさっきこれ着てんねんから、合わせろや、ちょっと。こうやろ、様子見てきてんから。あ、そこのシーン見てなかったっす。なんやねん、もう。いや、じゃあ俺もう、俺そのやつ、それもうないねん、もう、あの、チャリティーで渡したか、あげたか。何のチャリティーやねん。何のチャリティーがあって。いや、あの、東日本最、うん、あの大震災のチャリティーでね、うん、で、僕、その白のやつは、あの、うん、ズボンがもう隅で汚れてもう使い物にならへんから。何をやったんや、それ。いや、ロケでね、ロケでね。で、もうそれやし、もうこれ、うん、あの、チャリティーで出します、うん、言うて出したんですよ、白の方は。あ、じゃあもうそれしか残ってない。これしか残ってないんですよ。え、逆に山田、こっちの青は残ってない。いや、そっちの青、僕、あの、小出美さんの個展で出したんですけど、うん、そっから行方不明。俺、見え。小井ちゃん、返してくれ、小井ちゃん。いやいや、小出美さんが悪いんじゃないですよ。うん。僕が取りに行くの忘れてるんですよ。あ、そういうことな。そうなんです。あ、スカイル・ヒロキさんから。スパチャいただきました。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。まあ、スパチャくれたら、あの、ストリークの2人に、元ストリークの2人に還元しますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。で、今日は、今日はね、いや、ほんまやで。なん？え？鳥肌みのるさんやんけ、それ。誰が鳥肌みのるさんなんですか。いや、ほんまは1週間前かそこらにこれ、この企画やろうと思ったら、吉本が旅行に行くから言うて断られたんよ。いや、チャリティーが、いや、もう多いって、うん。何、紀伊半島回ってんねん、お前。いや、見るな。和歌山方面、和歌山方面行くな。GoTo さ、GoTo。那智勝浦の方から新宮回ってきたってこと？新宮から那智勝浦行って、うん、あの、白浜行って帰ってきたと。いや、もうええ旅行しとんな、おい。ええ旅行しとるな、おい。いやいや、あんたペーパードライバーやんか、誰と旅行行ったの？電車や。青春18切符や。あれ電車や。和歌山電車で行ったやつ初めて見た。
あれ運転でけへんねん俺。一人で？一人ですよ。え、一人旅行ったん？一人旅です。Facebook でめっちゃ写真載せてて、ほんで自分の写真ばっか撮ってるから。いや、自分の写真で。これなんか女でも連れてんかなとか思って。一人っすよ。うん。いや、お姉ちゃんと行ったやろ？一人やいって。いや、もうそんな旅行やったら中止して、こっちの配信出てくれや、ほんなら。いや、いや、いや、違う。っていうか、もうその僕出すぎやから。なんか、一時なんか僕の顔写真ばまみれになってましたやんか。もうあれがなんかもう気持ち悪くなってきて。そうやな、最初に出てもうた時ほど引きないな。そうでしょ、うん、いやもうこれあかんわと思って。であと辞めた芸人に話を聞くやつでさ、ずっと吉本あの自慢げに自分の動画の視聴回数が1位ですってずっと言ってたやんか。はい、今猛烈な勢いで大上さんが伸びてきてるから。いや大上さんもうあかん、もうあかん、もう大上さんも5000回超えたから。もう抜くな、もう抜かれましたね。もう メイクミラクル来たで。いやもうね、メイクミラクルやれそれ、ま、巨人用語やろ、巨人用語、メイクミラクル、メイクミラクル。うん、でもまあ、いやもう完全に抜かれましたね。断れへんから、吉本は断れへんから。いや断らないですけど、いやただちょっとあのターハイですよと。いや そんなこと言う割には自分今日も出ますよってフェイスブックでちゃんと告知してくれたやん。隠せよそんな。だったら隠せよ。あのいいね5人ぐらいしかしてませんでしたけどね。今日も行ってきますみたいな絵文字ついとったやん。いや一応ね、一応言うとかんと言うとかんとやれへん。いやっていうかね、うんうん、まあ、一応あの前回ね、うん、あのお風呂場で、まあ、私あの参加させてもらって。そうやな、もともと山田と2人でやってる時にな、まあ、まあその山田君と、何年ぶりかな、 その、うん、そういう正式な場所に出るのは多分6年ぶりとか、そう、ね、もっとか7年とか8年ぶりぐらいじゃないですか。浜尾さんの結婚式以来やろ。そう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 、うんうん、いやなんでそういう皆さんの前でね、うんうん、出るのってもう8年ぶりとかなんですよ、うんうんうん、でなんやったらね、あの号泣さんのなんか復活みたいなあんだけ騒がれてるから、うん、なんかちょっとぐらい話題になるのかなと思ったら、うん、何の話題にもなってないですね。いや何やねん、何を期待してんねん、うん、何の話題にもなってないですよ、うん、いやええやん別に話題になってなくても。いや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 、いやでも号泣はちゃんと再結成で漫才もして M1 まで出るって言ったから、はい、あれやけど、はい、じゃあもう M1 出ればいいじゃん。出えへんわ。いや話題に出れへんし、話題になりたいんだから出れへんし、そのあれ通算で僕らも17年やから無理なんですよ。いやそうか。えあれもう今通算になってんの？通算やな。多分通算、うん、へえ、うん、難しいもんやな。いや無理せえけど、兄さんが仕事で振ってくれてんのに、お前旅行で断んなよ。そうだよ、お前は。偉なったな。いや旅行で断ったんじゃなくて、うん、いや、出すぎやからちょっと待とうと思って。何やねん。値打ちこいたんかい。値打ちこいた。値打ちこくなよ。値打ちこくな。今日も出てくるときに値打ちこきやがって、ほんま。出ろ出ろ。出ろ出ろ。出し惜しみすな。うん、いやマジでね、ほんま僕の顔まみれとかほんまマジで気持ち悪かったですよ。ほんまにあかん、これはあかんわと。YouTube の並びがな。そう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 です、うん、そうです。だ僕のそんなん言うてる割には散髪して出てこんねんな。そうやんな。散髪やこれたまたまやこれ。整えてきたん、整えてきて、ちょっと整えたやろそれ。え、うん、それ整えましたよ。いやもう認めたこれ。2ブロックすな、2ブロック。2ブロックするでしょ。何を2ブロックしてんの。2ブロック横に流すな、うん、お前。2ブロックして横に流すでしょ、そんなもん郵便局員でも。オウム返しすな、ほんで。ズームはね、オウム返ししかできへんの。いや、ほら、前にな、まあ、今途中から見てくれた人もいるから、まあ、山田と生配信してたら吉本入ってくれて、でじゃあ最後に矢野のネタハモってくれよって言ったら、あのベロベロに酔っ払った吉本のお父さんがな、うん、乱入してきてな、声だけ、お前こらっつって、うるさいぞっつってな、まあお風呂場から入ってきたからな、お風呂早出ろって言っててな。そうそうそう。じゃあ、まあ、親父、うん、あのちなみにあの事件何にも覚えてないです、うん、そんなタイプ。いやだからたまにもその年に何回かあるんですよ。あんねや。そう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 、うん、で結局あれ風呂入った上がった後、うん、ほんまにあのソファーであの寝てましたからね。ベタなおとんやな。そう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 、うん、そんな状態やったんで何にも覚えてないですよ。そのベタな血が半分入っとるんやな。
誰がベタなチャームは言っとんねん。オウム返しや。オウム返ししかできへんよ。いやだからあの時の親父が乱入せんかったらやな、うん、あの場でそのやって終わりやったんですよ。そうあれで終わりやったのに、そうやったんです。 あれでちょっとね、水さされたから改めてこれが設定されたわけやねん。あ、風呂場だけにですか。おっと、えおっと、おっと、えそら解散するわ。ええやあれへん、ええあれへんね、そら解散するってそら。いやちょっとね、あの、うん、ショックやったことがあって。どうしたん、何やねん。この間のエピソード用意してくんなよ。いやエピソードじゃないですけど、いやこの間のね、うん、この間のその配信の時にその、うん、僕風呂を折ったじゃないですか。おうおう。ほんであの半身浴や半身浴から全身浴やみたいなこと言った時に、うんうん、山田君が、うん、おあの半身だけにかって言った時に、僕半身浴と半身がかかってるって気づいてなかったんですよ。気づいてなかった。そうそう、それがめっちゃショックで、うわっと思って。あ、もうそんなんも拾われへんようになったんやと思って。うわ、確実にどういうことやねんって言ってたもんな。そうやな。そう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 。で何秒間に、あ、そういうことかっていうね。うんうん、いやどっちか言ったらその僕全身なんか言うたら全身浴のことなんか言うて、その自分の言ったことに、うん、なんか寄ってるわけじゃないですか。そこでその言うたら山田君のボケに反応してなかったんですよ。うんうんうん。うわ、そうか、もう8年経つとこんな風になんやと思って、それがちょっとめっちゃショックで。何、8年前やったら気づけてたみたいなこと。そう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 、そういや8年前もそんなんやったで。誰がやねん。てかその前にお前のその半身浴というボケ、そんな大したことないからな。いや、その大したことないボケにも気づいてなかったもんな。おい、それストリークが帰ってきたぞ。帰ってきてないわ。え、何話のストリークが。いやちょっとそれがね、ちょっとだけあれ終わった後ショック、うん、うわやってもうたなと思って。そうなんや。そうです、まあ、そうです。ちょっと風呂場だけにっていう自分のボケで思い出すのやめてくれ。そうやな。そないショックでもなかったんや、ほんだら。今のボケで思い出すぐらいやねんから。ショックやったら最初から覚えてるやろそれ。ほんまやで。あ、そんなことあったな的なんで思い出すのやめてくれへん。うん、うわ、拾われへんにゃと思ってね。うん、まあ、しょうがないよ、それはもう。いや、確かに、俺の、阪神だけにっていう声もちょっとかぶり気味で、うん、ちょっとズームやから、ちょっと聞き取りにくいのもあったと思う。ごめんな、よし。やめや。ごめんな。いや、俺の腕のさやもしゃあない。うん、そうやで、そう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 。そうやでってない。お前らボケのクオリティじゃん、ほんま。ストリークは帰ってきた。ストリーク。兄さん恥ずかしいからやめてください。やめてください。ただね、ズームで矢のネタハモってほしいねんけどな。いや、無理ですって。難しいねんな。難しいですし、あの、微妙なタイムラグあんねんな。で、まず、うん、多分お互い思ってるキーが多分ちょっと違うんで。出たよ、キーの話するまた。いや、もう、だからあげるやん。え？あげるやんか、今11時回ってるけど、あげるやんじゃなくて、原曲キーで言ってくれたら別にそれでええねんっていう。そうそうそう、カラオケみたいな言い方して。いや、わかんねんけど、うん、わかんねんけど、うん、その前々から僕疑問に思ってたことあるんですよ。おお、言って果たして、そのヨシが言うそれは原曲キーなの？原曲キーやから言うてんねん。だからいや、絶対音感があるんやったらそういう言い切れる。いや、じゃあ絶対音感がないから、うん、俺は原曲キーでしか歌われへんの。いや、だからカラオケとか行ってもなんかちょっと音が高いなと思ったら、うん、みんな低めにして歌わはるでしょ。あるあれできないんですよ、うん、もう自分のこの一定のキーしか。いやいや、だからその歌ってある人を覚え、そのまま覚えてるから、うん、だからその音でしか僕歌えないんですよ。いや、もうそれはもう逆に絶対音感やわ、それは。じゃあないがないんですよ。だからその音が合わせれないんですよ。だからその一個キーが低いとかってなったらもうおわってなるんですよ。今日もよう喋るな。よう喋るね、あれは。喋るために出とんねん。どういうことやねん。ほんまよう喋るわ。よう喋るね、あれへんの。うん、前からも撮ったけどよう喋るわ、ほんま。よう喋るわ、ないねん。喋るため出てんしょこれ。講釈ばっかり、講釈ばっかりなるよな。講釈ばっかりじゃない、いい、その言い訳をしとるんす。だから原曲聞いて言ってっちゅう話をして。一回それ山田スタートな。山田君がだからね、うん、ラジオ体操の音から始めるから、でそれもあるから余計に音がおかしなっとんすよ。
うん、だから分かる、うん、ほんならもうちょっと あげるわほんなら、うん、あげるわって一回今ちょっと今歌ってみて、うん、どっから行ったんやの、どっから行ったんやの、ラジオ体操、そのラジオ体操から行ったらええやん、え、ラジオ体操から行ったらええの、そうそうそう、それか大塚愛のさくらんぼから行く、いや、曲ネタちゃうねんそれ、下柳やそれは。オチ先言うなよ。いや、ええねん別に。どこから行くんす、どれが行くの、タンタンタラッタ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 ッ、これは低い、今のは低い、吉本低いです、タンタンタンタラッタン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 、これはあー、そうですね、その辺ぐらいですね、タンタンタラッタン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 タラッタ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 ッ、そうそれそこタンタンタランタン、いや、そうそう、あんたずっとそれでやってたんよ、タッ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 、低い低い、タタタラタタタ、高い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 、いや、ほんまかそれ、うるさい、ほんまやって、うるさい、いや、ほんでね、いや、ちょっとキーがどの辺やったかなと思って、その YouTube でさっき見たんすけど、うん、あのオールザッツのね、そのやった時があるんですけど、うんうん、その時キーめ逆に高いんすよ、うん、いや、ちょっと待って、あの頼むわと思って、ネタで確認せんと、その矢野の応援から確認しろよ、え、うん、原曲やったら原曲の方を確認しろよ、ネタの方を確認してんの、いや、ネタの方でしょそれ、お前矢野さんの応援歌アップされてるやろ、いや、でも もうそこです、そこだから、えタンタンタラッタタタッ、カットバゼヤーのカットバゼヤーのカットバゼヤーのパパパパパパ、そう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 パパパそうそうパパパパが、あの普通のやつで、パパパパがそのハモリの方です、お、いいやん、いいやん、そこで言ってくれたらいけるっていう話、いくで、てか、ちょっと待って、どこまでやんのこれ、パパパラパパパパパパラパパパパパパ、やーのーやーのー、いや、俺が下あんた上やろ、ちゃう、最初俺してんね俺さっき YouTube で確認したから、いやいや、そがっつりやるんかい、そこだからがっつりやんのか、そのハモるとこだけやんのか、どっちなんですか、がっつりやってくれよ、今のもちょっとずれてたから、ちょっと、いや無理、僕が上行ったらいいんですか、ほんなら、そらそうやろ、 いつもそうやろ、だって、いや、それ最初は僕下なんです、ハモんなやで、お前はハモってんのんでしょ、いや、最初は俺が下行って、うん、お前が上行って、いや、ハモんなで、で次会った時に俺だけ歌って、いや、歌えやで、うん、で歌えやの時に僕が上歌ってるから、いや、お前ハモってるやんけ、でそっからアレンジの試合っていう、めっちゃ覚えてるやん、ちゃんと、いや、ださっき YouTube で確認したんやいや、だからハモれるかどうかのあれやから、はい、そうやな、あ、ハモれたら俺が上行ったらいいのね、そう、はい、いつも通りにやってくれ、はいはい、頼むわ、はいはい、行くで、行くで、はい、行くで、行ったら、パパ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 パ、誰やねんそれ、え、平塚やろそれ、違う、パチョレック、パチョレック分かるか、もうそんなもん誰の応援歌でやるんやった、いや違う、いや、やそうやってたから、いや、パチョレックはお前ちょっとそれあかんって、お前それえ、ダメ、あかんよ、せめて平塚にして、お前この間 YouTube でアップさしててんから、山田、みんなや、俺の山田もずっとヤギか、ヤギさんか平塚やろそれやったら、お前山下チャンネル、山下チャンネル、なんでほんで八木さんはさん付けやの、平塚呼び捨てやの平塚歌うことないからじゃ別に何を歌いただけさん付けやの、これ歌うかもわからんやんけ、平塚さん会うことないやろ別に、平塚に山田ピンでやってるからツッコミおって楽しそうやな、そうです、今日楽しいですね、やっぱり楽しいですね、ないね、お、いいね、いいね、パチョレックはあかんってほんま俺またこれ終わってからへこむやつやんけいやいや、同い年やねんからもう世代やんか、世代やけど、世代はもう92年、パチョレックは覚えてない、いや、もう92年なんか見てたやんか、もうパチョレック見てたよ、見てたし、あの時の応援歌全部覚えたよ、マジで俺あの辺もう暗黒時代から一番見てないよ俺、いや、せめてせめて、いや、92年はあれですよ、2位の時ですよ、あ、2位の時、あの神宮、ヤギの幻のホームランの時ですよ
そこは呼び捨てすんねん。唯一。そこはええ。そこはええやろ。そこ、ヤギさんっておかしいやろ。だから、ヤギさんの幻のホームラン、おかしいやろ。男とある人はさん好きや言うてた。ヤギさん、そこ、ヤギの幻のホームラン、ヤギの幻のホームラン。そういうとこやぞ。そういうブレてるとこやぞ、お前。センテンスや。そう、ヤギの幻のホームランでセンテンス1個やねん。センテンスとか言ってんちゃう、本当にもう。もうあれは、幻のホームランっていう事件なんやね、もうあれは。そうそう、単語。ヤギの。そこ、ヤギさんって言うたらブレるでしょって話。なるほど。そう。なるほど、なるほど。ええねん、そんなんとでも。そこで引くんかよ、ほんで。やれよ、ルート P、ルート P がスパチャくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとな、行こうか、じゃあ。改めて。じゃあ、ほんならもうガチで行きますよ。ガチで行って、ガチで、もちろん、もちろん。行けもパンパランパ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 ラパパ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 パラパパパパパパカカトバセヤのヤのヤのハモハモったハモれた今ハモれてましたおでもハモれてたと思う。おうでもね、なんかやっぱりズームやからずれるんやな。いや、ずれるでしょ。そうね、もうずれ出してるから、そっちに合わせよう思って。じゃあ、タイミングがな。そうなんですよ。多分ゆっくりめに言ったらいけんじゃん。あ、テンポをね。テンポ、テンポ。わかりました。うんうん。時差があるから、多分それをこう、テンポを染めることによって、多分な、時差だいぶ埋まると思うやな。うん、いけるんすか、そんな。いけるいける。知らんけど。知らんのかい。お、ありがとう、どうもありがとう。ほらほら、ハモれてた、ハモれてたっていうな、意見は来てるよ。マスいや、うんうん、でも今の感じで言ったら、多分いけると思います。うん。知らんけど。ちょっと、いやいや、知らんのかい。知らんのかい。うん。今絶対今の俺の方が早かった。早かった。ええねん、別にどっちが早いとか。うん、いや、でも俺の方が早かった。だって俺現役、俺現役やもん、だって。いや、そらそうでしょ。うん、ははええか、はよしなはれや、そんなええねん、別に。すいません、お願いします。ほら、音は合ってたって、みんな。あ、うん、マジですか。音はね。うん、いや、音は今、原曲でした。はい。うん、あ、ほんなら、あの、ズームって別に被ってても、音は2人の生きてるっていうことですね。こっちはね、2人とも聞こえてた。あ、聞こえてます？聞こえてた。あ、ほんならもう気にせんといきますわ。うんうんうん。気にせんといこう。はい、いきます。うんパンパンパランパ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 パラパパ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 パラパパパパパパカカトバセヤのヤのヤの遅いわいや俺が遅いんか今そうやなあいやでもねハモれてんねんけどヤノの入りが遅かったってことですか。ちょっとなでもなあの山田がな途中テンポ上がったわやっぱり。そうでしょ。上がりました。あのやっぱりちょっと血が騒いだんやと思う。うん、血騒ぎましたね。うん。サザン魂スパチャありがとう。声援もくれてる。あれ。うん、ありがとう。ありがとうございます。あ、わかった。うん。僕今耳してるでしょ。うん、耳してる？うん。これね。うん、イヤホン耳するとちょっと音おかしなるんですよ。イヤホンのこと耳するっていうの耳するって言うでしょ。耳するっていうのイヤホンのこと耳するって言うでしょ。あ、本当耳するって言うんだ。あ、ちょっと影響逆にこっちの方が音がずれるのかな。音めちゃめちゃ小さなってんで。ちっちゃなってんの。でもまあまあ聞こえんことないよ。うん、あ、もう一回はめますと。あ、でもイヤホンのことを耳するって言うんですね。うん、そうやな。耳するって言うんだな。耳するって言う。滋賀独特かな。いや、関西弁や。立東の方、立東の方ではそういうんかもしれない。なんて、立東地域限定や。おわ、突っ込む。綺麗なる。なめることなんて言うんやったっけ、滋賀って。ねぶる。いや、これは京都よりこっちやから。ねぶるは言いますって。いやいやもうなんかな俺ネブル久しぶりに聞いたわ。いや笛ネブルって言うたでしょ。だから好きな女の子の笛ネブったでしょ。いやいや聞かんよ。なんかめっちゃ引っかかられたんですよ。だから山田好きな女の子の笛をなめるっていうのもその聞かんしネブルっていうのも聞かんしどっちも聞かんよ。ネブルやなんなんその好きな女の子の笛なめるネブルっていうの。
好きな女の子、いや俺はやったことないけど、そういうあるあるがあるやん。うん、まあな、実際にやってるやつは見たことないけど、見たことないけど、まあ、そういうのあるでしょ。滋賀ではそういうお祭りがあるってこと？ないわ誰が来んねん、そんなの。なんかイヤホンしたのにまた声小さいままやな。え、マジっすか？うん、なんでよ。え、なんか変わってないっすよ。うん、声小っちゃい。あ、でも上がってきた、うん、あ、イヤホンの音が下がってるわ。これで OK ですか？これ、それ何？パソコン？あの、iPad です。iPad か。はい、うん。あ、その耳にしてるやつにマイクもついてるからか、それ。ついてるな、ついてるついてる。そういうことね。うん。そうそう。それで拾ってんねんね。そう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 。あれ、そのマイク生きてるかな？ちょっとゆっくりに行きますよ。うん、今触ってもガサガサ言えへんかったから、そのマイクは生きてないんちゃうかな。なんで？うん。あ、水優さんも1000円くれた。いい感じのハモリでしたって言ってくれてるよ。あ、マジですか？うん。うん？まあでも、ちょっとゆっくり、結構ゆっくりめ、バラードバージョンぐらいやったらいけるかも。はあ、うん。でも、多分音程は合うてるわ。そうです。あ、マジか。音程合ってる合ってる。うん。だからもう別に音程で喧嘩することないよ、もう。うん、そうですよ、うん。この音程の合ってる合ってないで、フジテレビで死ぬほど喧嘩したんですか？もうやめろよ、もう。忘れとけ、もう、それは。じゃあいけるかな？じゃあ。年たぎらせ、ですね。違うって。それ誰かわからん。パチョレック今こそ。パチョレックはええ。パチョレック言うたやもん。パチョレックのやつは覚えてないと俺今ちょっと思い出したわ。強く惜しくですよ。いや、未来に羽ばたけ。いや、言うんかよ。それお前も言うんかよ。未来に羽ばたけそれあれや、あの球場で近くにおったら鬱陶しい、歌い込む系のおっさんやん、それも鬱陶しいねん、そういうおっさん近くでおったら。未来に羽ばたけ。いやいや、もうネタやないか、ネタやないか。羽ばたけやったらいいわ。知らんって、だからパチョレックは。平塚さんのどんなやったっけな。いやいや、平塚さんは逆に俺は その時代はあんま見てないから、あの本万国時代から、あの藤田タイラーが嫌いやったから。調べてよ、平塚さんの応援歌の。いや、この間歌ったんです。うん、この間歌ってたやん。我らの平塚さん。そうそうそう。どこしか俺分からん。いざゆかがんや。いや、もうええ声で歌うの。初第一人さやきひろしが。もうええって。勝利を目指して。昔の仮面ライダーの歌い方すんな、おい。迫るショッカーのやつやろ。迫るショッカー、うん、その歌い方すんな、いその歌い方すんな、いさあ、ゆがんや。シモマサト。シモマサトバージョン。シモマサトバージョン。ちょ、ええって。おい、ちょ、ハモれるか、それで。大丈夫です。見えるか、いけんのか。今ので、声の。うん。え、今の、ちなみに今の、その、ヤギさんの応援歌の時は、うん、ちゃんと、あの、ユニゾンできてたんですか？ユニゾン。やっぱね、ズレはある。ズレは。ズレるんすか？そんな、無理ちゃいますの、これ。なんか、二人ともそんな声出してるけど、大丈夫なんそれ。いや、今日は、あの、うん、親父しかいてないんで大丈夫ですよ。いつものとこちゃうやん。あの、いつもの生活感出てるとこちゃうやん。そう。いや、だから、あの、おかんが寝てる、おかんが一番神経質なんで、おかんが寝てるところの、遠いところを選んでるんですよ。今日はいてないんで、そう。なるほどな。今日だから親父の寝床から遠いところを選んでるんですよ。なんでお母ちゃん今日いてないの？不倫してはんの？誰が不倫してんねん。65でするか。まあ金曜の夜やからな。いや、古いわ、金妻。いや、別にそんなつもりで言うてないけど。あら、金の意味でしょ。ダイヤル回して手を止めてやれへんの。え？腕戻ってきたな。方へ戻ってない。
戻ってないですよ、ね。うん、I'm just a woman や。I'm just a woman ですよ。For me, キーが低いですだから。なんでだよ、まだ。ダメだしや。よう、なんかカラオケでよう、そんなキー高いの歌ってんのよう聞いたわ。あれ、CCB とか、ロマンティックが止まらない。誰か、ロマンティック止めて。いや、うっとうしいわ。歌い方。ほんま鬱陶しいんですよ。徳永英明のレイニーブルーとかめっちゃ聞いレイニーブルーもほほ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 めっちゃ鬱陶しいほほほほがあのサビ前のあの頃ののとこめっちゃ鬱陶しいあの頃の優しさにめっちゃ鬱陶しいおいご機嫌やないかおいご機嫌やろこれはね怒られるやつですねそれは怒られるやつですね、これは。それは怒られるやろ。これは怒られますね。はい、ちょっと、ハモるよ、ちゃんと。はい、ちゃんとハモってくれよ。いや、酒飲みながら楽しむのやめてくださいよ。俺、アリーナで楽しんでるからな、俺。めっちゃおもろいよ。今日、ちゃんとハモられへんかったら、吉本、次、お前、山下チャンネル出ろよ。いやバスとして、バスとして。出るか。なんかあります。出ろよ、ほら。土日暇や言うとったやん、土日。いやだから何回も言ってますよ、オファーがかかるやつなんぼでも出ますってだろ。いや、ほな、シモン・マサトバージョンの歌、ほな、ちょっと一曲歌ってんのアップさせてよ。お、いいやん。ああ、いいっすよ、別に。もうええんかい。快諾するんかい、ここで。ここで快諾するんかい。ただ単に応援歌、応援歌ってあれ、やっぱ歌やっぱ違法じゃないですか、みんなのしてるやつって、大体。でも、アカペラって。あ、そうなんいいんちゃうかな。アカペラはいいんですよ。アカペラは大丈夫ですよね。うん、だから、その、ある、こう使われてる音源とか、カラオケ音源とか、あっちとか使うとやばいけど、多分アカペラはええと思うねんな。そうなんですよ。だからアカペラで、ちょっと歌うだけの企画、ちょっと考えてるんで。あ、マジで。ちょっと特別ゲストで、ね。もういいやん。大きめのペットボトルで水用意すな、おい。すぐんかい、ほんで。すぐんかい。このまま飲まんのかい。そのまま、一回、ちっちゃいコップにつぐんかい、ほんで。大きいペットボトルからちっちゃいコップに一回つぐんかい。もうそれやったら見えへんとこでつげ。よ、ちょっとここで。下でつげるやろ、下で。今のないやねん、おい。なんて上でつげる。そんな一回見ながらどこ飲むんか思ったらちっちゃいコップについてから。いや、しゃべりながら下でついだらええやん。そんな人なんかあるからちゃうやん、ここでついだら。おどんだけ喉を潤すねん。いや、そのちょっと声張ったからね。まあ、飲むんかい、ほんで。飲むんかい。いや、そろそろ行こうか。やりましょうよ、もう。行こうか。そもそもの企画がハモれるまで帰れまてんですもんね。そうや、そう、お話聞いてへんって言うんだから、それ。言うてへんもんだって。組み取れ、組み取れ。聞いてへん、そう。じゃあ、行きますよ。行こう、行こう。じゃあ行きますよ。もう、はい、もうこれ本番ね、もう。そうやな、うん。ずっと本番やねんけどな。ゆっくりめに行きますから。うん。行きます。うん。頼む。パンパンパランパ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 ラパンパパ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 ラパンパパパンパンパン。カットでやあのやあの。よかったよかった。え、いけてましたおお、よかった。まあ、もちろんちょっとね、ズレはあるけど、いけてた、いけてた。マジですか？え、マジですか？マジで。よし、じゃあ本番行こうぜ。いや、本番やろ。いや、本番やろ。いや、いけてたやったらいいですよ。ほらほらほら。本番でしょ。拍手来てる、拍手来てる。おお。マジですか？うん。ええやん、ええやん。いや、もう向こうの音が取られへんから、もう。歌ってるとな。そうなんです。歌ってる時向こう聞かれへんし。うん。今んとこ一番いけてたよ。おお。もうあれじゃない。そっからの続きの、おほらほら、サザン魂がスパチャでくれた500円、いけてた最高って。ありがとうございます。ありがとうございます。いけるいける、これはもう本番このままな。
突っ走ろう。いや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 、どこまでやら好きなんですか。うん、その続きのネタもだってあるやんか。いや、だからそれネタ合わせしないと無理ですって。え、いけるやろ。この間、あの、浜本さんの結婚式でやってんから。それもう6年ぐらい前の話ですよ。さすがに忘れてますわ。そうやんな。山田の方が忘れんねんな。そうお前もちっちゃいコップで飲むんかい、山田。お前もちっちゃいコップ出してくるんかよ。で、俺は先輩からおっとんの。いや、もういけたんじゃないですか。そうやな。よし、じゃあその続きも行こうか。いや、よかった。うん、続きはだから、うん、ネタ合わせするのは無理ですけど、だから。じゃあ、隣同士、あなたと私。下柳、いや、それ僕歌うやつじゃないですか。いや、まあ、ほら、いや、これ言ってくれって来たからリクエストが。それ全部やわなく歌うやつですよ、それ。あ、そうなんや。愛し合う君とつながってたい隣のあなたと私さくらんぼ。いや、さくらんぼかよ、そこ。途中から入ってくな、おい。いや、これだからネタのボケの3つ目やから最後合わして、うん、やっぱり下柳かいっていう。そうそう。ああ、そういう。これも最後だけやってしまうとちょっと薄れてしまうんですね。なるほどな。そうなんです、最初から歌わんと。うん。じゃあちょっと。そう、カブトムシで、あのブレーキランプで最後が、あの、サクランボなんでね。うん。それはもう山田くんが。あー、甘い。そうそうそう。匂いに。もういいよ、いいよ。誘われた、私は下柳。いや、カブトムシや。なんであんまりしてくんねん、あんなおっさんが誘われんねん。おちゃんと歌えや、お前。いや、僕、あれなんですよ。あの、女の人の歌の方が得意なんですよ。うん。あ、そうなの？あ、ドリカム。あ、ドリカムね。はい。ブレーキランプ、うん、5回点滅、下柳のサイン。いや、愛してるのサインや。下柳のサインって何やねん。愛し合う君とつながってたい隣の同士あなたと私下柳やっぱり下柳やないかい。もう一回もう一回はええねん。もうええの、歌うな歌うな、おいまでです。ええもん見たわ、ほんま。あのちなみにあの何のサインやねん、下柳のサインって何やねんって、うん、いや、おそらくスライダーが抜けてたんですよ、うんいいやろ別にそこは。細かいねんて。待ってた、ね、細かい細かい普通に。いやでもあれやな、いや思ってんけどやっぱ下柳っていうワードがめっちゃ強い。そうでしょ、うん、そうなんですよ。わいえのありがとうスパちゃん。いや俺もほらあのデイリースポーツのネタをね、こう一面を出すネタっていうのをピンで、はい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 、やっぱ下柳めっちゃウケん。下柳、そうそう、うん、あの5文字はやっぱ面白いんですよ。そう、あのやっぱな、あれに匹敵するな名字が今んとこ出てきてない。いや、ただね、あの下柳さんと対峙した時に、うん、お前らなんか俺の名字でなんかいじってるらしいなって言われた時はちょっと怖かったっすよ。めちゃくちゃ怖いやんいや、笑いながら言ってくれはったんでよかった。ああ、よかったよかったよかった。そうそうそう。いやでももっとやって全然やってくれていいよって言ってくれました、うん、マジで。そうそうそう。あ、なんかでも、まあ、優しい人らしいけどな。めちゃめちゃ優しい人でしたね、はい、ええー、なんかちょこちょこ。あ、水優もスパチャありがとう。ありがとうございます。なんかそのちょいちょい選手と会うててええな。もう俺も会うたことあんの檜山さんと一回会うたぐらいは仕事で。あら、いいじゃないですか神様。うん、めっちゃひな壇うまかったわ。うんまあ、うまいですからね、食べりも。イベントで俺司会やってんけど、なんか自分言いたいことあるときめっちゃ目線合わせてくんの。ああ慣れてはると思ってる。今あの関西であのレギュラー持ってはるんでね。あ、ほんま。東野さんと番組やってはるんで。いや、さすが神様やわ。はい。まあ、CC もありがとう、スパチャくれた。そうなんや。なんかせっかく面白いネタあんねんからな。なんかまた、なんかお祭りとかあったらやってくれよ。いや、古いんですよ、もうだから。いや、けどね、ほんまにね、いや、うん、やっぱ思うんですよ、その今のこの阪神というかその野球でネタ作ろうっていうのはちらっと思うんですけど、うん、
うん、あ難しいなと思うんですよ。だって今なんかそんなネタになるような人ってあんまいてない。そうやねんな。そうやねん。でしょ、うん、だからあれやんな、こう一般の人も響き知ってるみたいな名前の人があんまおれへんねんな。そうそうそう。とかあのその、うん、言うたらね、あの山田君もようやってますけど、その種田みたいな、あの独特のバッティングフォームの選手もあんまいってないですよね。いってないなぁ、うん、だってその昔でも ボーは打った後オマリみたいになっとったで。せんだからそのああいうね、そのあの山田君のああいう細かいね、そのオマリ、うん、この間キャプテンも言ってたじゃないですか、あのオマリの足ぐねってんのおもろいって。そうそうそう。だから別に多分キャプテンさんだって別にそのオマリ、その阪神とかその別に知らないでしょ、だって言うても。まあ好きやけどね、野球はね、うん、ああまあまあまあ、けどその、まあそのネタを覚えてたやろな。そう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 ね、あのなんかああいうグネルとかね、うん、うんうん、ああいうのをね、もっと山田君にやってほしいですよ、僕はね。おう。友情チャンネルで。その時やっぱり横には吉本がいるやろ。いやいや、いらないですけど、それは。ね、でもほら、一回な、そのアカペラ企画で出るとは言うとったからな。それは約束したやろ。まあ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 ね。いや、違うね。不満げな顔してるけど、出んねん。もうほんま。これ、あれ、今なんか僕、山田君映ってないですけど、これ。え、映ってるよ、こっちは。うん。ん？それはあれじゃん、視覚的に遮断してるんじゃん。なんか入ってこない。なんか、レアクションも入ってきてないですよ。え？映ってる、映ってる。ああ、いた、今映った。なんかこう、え、3画面にはならないですか、これ。これ、なってるよ。俺は、なってる、なってる。あ、こんなもんなの、これ。うん？多分3人パッて映る画面あるよ。あ、ちょっとその間に、ゆっこさんとか、ゆうじ、小山さんとか、ケロヨンさんとか、ギャラリー、え、これ、ギャラリービューに切り替えるでいいんですか、うん、これ。うん。あ、いた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 、ズンダンパンマンも今まで何でやっとったの。お前ずっと誰映っとってん、ほんなら怖いわ。いや、うん、そなんか藤井さんが映ったり、あ、喋ってる人が映るバージョンのやつ。そう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 、ああそういうことか。そうそうそう、そういうことです。あの緑の枠になって喋ってる人が映るパターンやね。そう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 、ようその画面でやっとったな、ずっと。はあ、うん、あ、ズンダンパンマンと田中さんと、あ、めっちゃスパチャもらってる、みんなありがとう。ティークマさんとめっちゃスパチャもらってる、ありがとう。ストリーク祭りやな、これは、うん、ありがとうございます皆さん。いやけど、うん、話題にならないでしょこれ。なんでなると思ってんねん。結構、うん、なんかファンの方とかがなんかそのライブで見られへんから、うん、後であの編集版上げてくれるのがめっちゃありがたいっていう声めっちゃ聞きました。お、マジでよかった。はい、うん、あのライブで見られへんかったんで言って、うん、うん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 、上げてほしいですで、上がりやって上がるんですかねみたいな、なんか、ああ、ほんと。できたりするんで。よかった、よかった。うん。そうなのよ。うん。あとで、編集して小分けにして出すようにしてて、最近、ね。ああ、また、うん、あの、編集して。うん、出す出す、もちろん出す出す。うん。うん。あの、毎度のとこカットしてもっていいんで。なんでカットすんねん。メインやろ、ここ。おい。おい、腕上げてきたな、この時間に。上がってないわ、うん、この時間にリアクション流行ってきたな、これはほんま。流行ってないわ。来た来た来た、うん、あ、高尾さんもありがとう。ちょっと、うん、頻繁に出たドラマこうですわ。ちょうどね、ちょっと多分もうちょっと早くも天狗なっとるな、これは。なってますね、これ。どういうことや、うん、天狗が早い。天狗なんですか。天狗の感じが早い、もうほんまにもう。でも再生がどうのとかね。ほんまに。一番最後に入ってくるとか。うん、そうやな。いや、あの、独走してた時はちょっと調子乗ってましたけど、そうそう、もう抜かれるんで。うん、ええやん、別にそんなんは。ええー、やっぱり。いや、なんか、うん、大江さん効果で僕のやつ伸びんのかなと、そんなに伸びてないんで。いや、でも伸びんねん、あれな。やめた芸人のやつでしょ。そう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 。まあ、関連見ていけますもんね。そう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 。やっぱ関連で、やっぱ M1 準優勝とか、ハリガネロックやっぱ強い。あれ来てからめちゃめちゃ、ね、やっぱり登録者数も増えてくれたし。へ、え、ぇ、ー。っていうか、藤井に大江さんとつながりあったんすか。いや、ああ、もちろん面識はもちろんあったんけど。いやいや、そう、面識はそうですけど。で、それで、あの、ツイッターやってはったから、はいはいはい、はい。ツイッターで、俺フォローして DM 送って、はい。で、まあ結構、
なんちゅうの、そのほら、ご当地アイドルとかの事務所にいてはってさ、そういうイベントの MC とかもやってあるから、もう何でも仕事を受けますみたいな書いてたから、じゃあ、ちょっとオファーしようと思って。いや、びっくりしました。大江さんと思って。そう、俺もちょっと先輩ってやっぱ勇気いるけどな。そうでしょ。先輩勇気いるねんけどな。やっぱりでも受けてくれはったからありがたいね。いやー、すごいっすね。あと誰にオファーしたらいいと思う？あと誰いはるかな。うん。いや、だからどっちかで僕よりもその山田君の方がつながりあるでしょ。だってほら、前も言ったけど、吉本、ビッキーズのキベちゃんちょっとどうかなと思ったら、あんま喋れへんから面白くないですよ。いや、だからやめてたからそれ。言うたけど、言うたけど言うな。それ、ライブで言うたんですか？いや、言ってない言ってない。いや、LINE で来たから、LINE で来たからね、その時僕ちょっと酔ってたんですけど、いや、別にキベちゃんですよ、そんなもんないっすよ、みたいな返しをしたんですよ。それをなんかで言うから、言うかねえと思って。言うよね。言う高いよ、うん、言うよね、それは。いや、もう、やめてからね、田村さんのとこの店長とかやってたし、おもろいんじゃないですか。今もやろ、今もやってない。今も やってると思いますよ。で、僕、田村さんの店でちょっとだけ働いたこともあるんで。マジで？はいはいはい。そのバイトを取ってしてですよ。あ、本当？そうそうそう、芸人時代ね。いや、そうなると、田村さんの許可も取らなあかんねやろな。そうそう、そうなってきますよっていう話ですよね。うん、ああ、そうか。でもなかなかな。いや、別にいいんじゃない。いや、別に断りだけ入れてたら別にあかんとは言わんでしょ。そんなに、あ、でも、どこスパチャもらってる。ラムチョップ借りも。スケイ、やめた、うん。やめた芸人ってあと誰よるかな。マルコ宮崎さんもありがとう。いや、結構いいんねんけどね。やっぱ、連絡が取れなかったりとかな。あとまあまあ取れても断られたりっていうのも、みたいですね。そう、やっぱほら吉本みたいな人ばっかりじゃないからさ、出たがりは いてないですねそんなに、すぐ出る、すぐ出る、すぐ出るから、ほんまに言われたらすぐ出る。出るんかい。なんか顔を一時期自分ばっかりになってて気持ち悪かったとか言ってたくせに。いや、だからそれはだから寝落ちをこかなあかんなと思って。いや、それはな、あれやねんな、あの動画を小分けにするからどうしても連続になっちゃうねんな。え、そうそんで、そうそうそう、最初になんか僕のやつを編集しはったじゃないですか。いや、俺の後でええやろと思って。なんか文句多いわ。ほんま文句多い。そら解散するって、そんな文句ばかり言ってたら。もう1言うたら10文句返ってくるからね。いや、怖いわ。山田はそんな文句言えへんかった、ほんまに。まあ、確かに言うてなかったですね。はい、言うてなかったやろ。言うてなかったですね。そうやな。よし、じゃあもう1時間経ったから終わろうか。おますよ。じゃあちょっと最後にもう一回ハモってもらおうかな。え、これ本番やから。はい。これ本番。いや、もうずっと本番やったっすやん。ちょっと待ってください。いいな。ちっちゃいコップで飲むなよ。ちっちゃい、いや、もうだから二人ともちっちゃいコップで飲むなって。うてよおまり。いや、おまりすな、おい。誤解なすい。しもまさとすな、おい。てやれ、お前の一撃で泣き倒せ。ちょいちょい合う。あ、ちょいちょい合うな。ああ。これいけんちゃうか。これいけるやろ。じゃあいきます。ちょっと待ってくださいね。どうした？僕の部屋のからくり時計が鳴り出したんで。からくり時計鳴らすなよ、お前。いや、12時やから。からくるなって。からくるな、からくるな、ほんま。あ、今、鳥が引っ込んだんで大丈夫です。はい、あ、また出たりかい、ほんで。からくり時計で。そうやな、今の途中から、そう、吉本が追い越したな。山田のほうな。ね、だからちょっとゆっくりめ、合わせたつもりやったんですけど。ゆっくりめでいこうな。え、ほんまにそれ合わしに行ってんの？今の合わしに行ったよ。めっちゃ遅いで。
矢野の時は自分のペースやったけど、うん、今オマリーは合わしに行って結果俺の方が早かった、うん、あれなんかおかしいな。まあまあでもさっきはおったからね。うん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 、まあでもいけると思う。ちょっとゆっくりめでいけば大丈夫やで。うん、すごいな。なんかあのチャット見てたらすごいシェイクダウンの後藤さんが見たいってめちゃくねんけど。あ、後藤さんね。うん、なんかツイッターやってんねやろ。うん、やってます。僕あれ連絡先分かりますよ。ほんと？はい、後藤さん俺も面識あるからな、うん、後藤さんツイッターいつもあの、うん、おしゃれツイッターやってはるんで。あれやば、今日の人はどこの デニムにどこどこのジーパン、あーそうそう、ジーパンのやつ見たことある。そうそう、毎おしゃれジーンズとおしゃれブーツとかを自慢してやってはりますよ。でも結構フォロワー多いんですよ。あ、ほんま。はい、ほんまにおしゃれやから。ちょっと待って、ランディーズの中川さんいいなって書いてるけど、ランディーズ辞めてないやろ。2人とも中川一応辞めてないですよ。2人とも辞めてないやんな、そこな。高井君でも、もう解散して、解散したけどあの新喜劇とか出たりしてんやろ。いや、あの中川はもう出てないですね。出てないですね。あ、本当。え、じゃあ中川何してんの今。自分の店やってますよ。いや、それは知ってんねんけど、そのあの芸能活動っていうか、一回ね、あの、うん、ベイコムで阪神の番組の声とか担当してたんですけど、うんうんうん、それも多分もう番組が終わってるんかな。カーテンさんのモノマネしてたんだっけな。そうです、そうです、そうやんな。うん、はい、だからやめない方でいいんじゃないですか。やめない方、やめない芸人にも話を聞こうの方で。でもこの時間店やってるやろ。あ、やってますね。店、まあいや別に毎日行ってるわけじゃないし、多分新地の方でもやってるんかな。あ、そうなんや。カシミ焼き 2、3 店舗ぐらいやってますよね。あ、マジで。裏ナンバでカシミ焼きやってて、新地でバーやってるんかな。俺はな、一回行ったことあるね、俺天満と。ああ、そうなの。でその時にあいつとおった、あのコロコロチキチキペッパーズの西野君とおった。ああ、うんうん、はい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 。うん、まあまあ、まあ別にお願いして時間があれば出てくれるやろうけどな。うん、まあまあいいか。出ますけどね。うん、コッキーの上山さん。でも俺はもうコッキーさんね。コッキーの上山さんはちょっとここで言われへん理由があってお願いできへんわ、俺ほんま。あ、そうなんですか。それ後で LINE で聞きますわ。聞きたいわ。あ、いや、そうやな。ここで言われへん理由がある。でも今なんか社長やってはんねんねん。え、そうなんですか。うん、そう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 。うん。今なんか。だから、うん。僕以外みんなだから成功してるんですよ。そうやな。吉本だけはも成功してないの。そうです。うん、誰が成功してへんねん。いや、それ成功してる人の方が目立つからそうなるだけで、いや、そら成功してない人の方が多いよ、そら。すごいな、めっちゃあの、昔の人の名前、どんどん上げてくる、みんな、チャットで。天満も名前上がってるし、天満。いや、天満さん、天満はな、もう飽きますよとは言うといたんですけどね、天満さんに。本当。はい。当時の、だからもう、NGK スタジオとかから、2丁目の時代の、方やったらそれいっぱいいてるんちゃうんですか。でも俺が生意気言うけど誰が知ってんねん、ほんまそんな。うん、俺が言うなやけど。そやな、スミス夫人の松村さんとか俺、ね、連絡先も知らんわ俺。リミテッドの西口さんとかも知らん知らん。一級河川大和川とかよく名前出るよ。俺会ったことないからな、一級河川大和川さんの。僕もあのわちゃちゃブックでしか見たことない。そうやんな、そうやんな、うん、すごいな。サドルマンさんとかですか。サドルマン、ええの出すな。やってある可能性あるよ、サドルマンさん。俺結構何年か前に俺どっかで見てんな俺。三木哲也さんもやってはるしな。あ、三木哲也さんはね、なあ、うん、あ、そうなんですか。コンビ組んであるよ。え、奥さんだな。あ、マジですか。三木哲也さんってモノマネのなんかバーやってはるんじゃなかったでしょ。三木哲也さんはの矢沢永吉さんのマネしてて、で奥さんが浜崎あゆみさんのモノマネする人かなんかで、
二人でね、カリスマーズっていうコンビでなんか。へぇ、うん、それなんか俺、なんかで見たな。うん。まあ、よし、じゃあ行くか、そろそろ。はい。じゃあすいません、お願いしていいですか。はい。もうこれラストですからね。もうさっき調整したのに、声。うん。じゃあ、お願いします。男なら命かけてボールに食らいつけ行けよ行けよ行けよ豊か上の上番だぜ。いやもう無理やて、3人は無理やね。3人無理やね。行けよ行けよちゃうね、ほんまに。すいません、あれ、あの行けようなんですよね、あれ、打てようって間違うんですよ。あれ、打てよう打てよう、立ってしまうんですよ、あれ。僕、今、打てようって打てもうたんで、汗行けよ。最悪やん。あかんがな、ほんなら。直したら、途中で。うん。じゃあ、頼むわ。あれ、みんな、大概の人、打てよう打てようって歌うの、あれ、ほんまは行けよ、行けよやから。そう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 。うん、ちょっと俺もどっちかわからんって思ったわ。うん、ただ、和田豊は間違えへんかったから。ねえから、はよ。もう、ないやねん、お前ら。はい、お願いします。じゃもうちゃんといきます。うん、パンパンパランパ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 ラパンパパ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 パかっ飛ばせやのやのやのいいでしょう。いけたでしょ。いけました。いけてた、ハモれてた。まあ、ズームのズレは絶対あったけど、まあね、あのハモリ的にはめっちゃ OK やった。はい。5秒合わしに行きましたよ、僕が。僕がねやないや。僕がねやないやろ、ほんまに。わかります、もう前回からね。もう僕がなんですよ。そうやね。もう前俺がそれ言うたとかね。一郵便局員がな、ほんまに。言うたそれやとか、うん。別に郵便局員悪ないよ。お笑いに口出すなって。ほんまに郵便局員お笑いにくじ出すなんてほんま。あれ一個いいですか、一個いいですか。ほんま何個も聞いてるけど。あれ俺やでの話。おおいいよいいよ。うん、あの山田君があの、うん、M1 の、うん、あの最後で、うん、あの風吹いた話してたじゃないですか。あロコロだけやつ。そうね、あの敗者復活が神宮球場で。あの、うん、神宮球場あのつかみで神宮球場を行くぞっつって行くぞ言うて、うん、いや敗者復活ねやってどうすんねんっていうくだりを言えって言うたは僕です。あれは僕が言えって言いました。めっちゃ今いらんやんそれ。いやでも他あのめっちゃ受けたのは俺はもうコンビの財産やと思ってるから別にあの全然あなた飲んでいいですもん。はい、あれは僕が言えって言いました。いやそこはもう言えよちゃんと、そこ引くんから言えよ。あれは僕が言えって言ってて最初山田君はえって言うたけどいやいやこうこうこうでこうやからこう言うた方がええでっつってでドン。お前、はい、あの週明けの郵便配達徒歩な。なんで徒歩でやらない。いけるか徒歩な。お前も配達先行くまでに2時間かかるわ。カブ乗ったらあかんで、徒歩な、うん、いや、カブ、スーパーカブ乗るわ。じゃあね、もうどっちが言うて、どっちがとかええやん、もうコンビやねんから。もうそうやん、コンビやん。思い出もいっぱいあんねんから、もうほんまに。まあまあまあね、うん、黙って布団で寝ろ、ほんまに。うん、ちっちゃいコップで水飲んでから布団で寝ろ。寝る、水分補給して寝るわ。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね、2人とも。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あれはあのあれは生きてんの、あの山下チャンネルにあのアカペラの企画で出るっていうのは生きてんの。いやだから僕はオファー来たら何でも出ます。おお、来た来た来た、これは行こうか。うん、あのだから僕が最初何個か撮って突然あの相方に歌ってもらいますわ。何もなしに言わん、あの何も紹介せずに、うん、いきなり声流すっていう。声だけ。いや声だけ、だって俺も声だけ流そう思ってるから。あ、そうなんや。ごめんわ。いや、ないないそんな。何や。あ、扱い悪。
ええー、けど。いや、違う、そういう企画にしようと思ってるからや。歌だけなくて、俺もだから顔は出せへんやんか。あ、そう？そうそうそう。いや、もうそれ納得すんのかよ。まあ、それはもう。いや、まあ、顔出してもええよ。ほんな顔出そうか。出せよ、顔。そうやな。いや、やめとこう。出せや。いや、出たいんかよ。出たいんかい。いや、マイドチャンネルやれや、ほんなやったら。やだ、マイドチャンネルやれって何回も言ってるやん。いや、もういい、すい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 す、もう。じゃあね。ほんなら、またほんならちょっとオファー、なんか企画考えて出させてもらうわ、ほんなら。はい。あの、なんか、気まずかったら、俺挟んでくれたらいいから。うん、あ、ありがとうございます。うん、あ、そうですね。そうそう、あの、二人ではよう喋らんので。そんなことないやろ。散々こんだけ喋っといて何言うてんねん。はい、じゃあ、ありがとう。ありがとうございました。リスナーの方も、あの、スパチャありがとうございました。うん、スパチャめっちゃもらったからな。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと、あの、お二人に還元しますんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、ゲストは、山田スタジアムさんと郵便局員の吉本さんでした。どうもありがとうございました。マイドイ負ける気がせんわ。いいね。いいね。あの、すみません、あの、退出してもらっていいですか。そう忘れてました。はい、だけ喋るんで、はい。はい、すみません。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございました。後で連絡します。どうも、元ストリークの吉本です。マイナウハードル上げな、ハードル。ハードル上げるやろ、そんなもん。やめてくださいよ。困ってるんだよ、こっちは。素人ですよ、素人。素人言うてる割には、なんか意気揚々と喋るじゃん。いや。ちなみにあれでしょ、今まで配信してた、あのプラモデルが後ろにあるところではなくて、そうです、今一人暮らししてらっしゃるんでしょ。はい、そういう。だからそんなに声張れないんですよね。結構壁が薄い。あ、本当？部屋なので、はい。なんか情報によるとね、はい、なんか父親と喧嘩して首絞めて家出てったっていう。いや、マジで武藤さん言い過ぎやった。元武藤氏の武藤さんがなんか。ちょっとあかんて。関係ないところでその話ぶっこんだでしょ。いや、ちょっと父親の首絞めるって穏やかじゃないなと思って。いや、かなり穏やかじゃないです。うん、そんな大喧嘩だったの？いや、大喧嘩とかもうやばかったんですよ。何が？その親父とというかその家族がね。おう。でもう家族がなの？そうそう、父親とじゃなくて。次喧いやだおとんとおかんももともと仲悪くて。おう。その1年ぐらい前に一回離婚手前まで行ったんですよ。もう熟年やん、もう熟年。そうそう、そんでその時に僕は一応止めたんですよ。まだその時はまだ親父喋れたんで。おー。で、もう、なんか、家庭内別居でええやないかいっていうことで落ち着いた。いや、家庭内別居もしんどいな。そうそう。で、今度は僕と親父がもう険悪になってもうて。ほんで、もうなんか一回もう、その、まあ僕がだらしないのもあるんですけど、もうなんか、その、なんか電気つけっぱなしだの。ああ。なんなのしたら、もうお前出て行ってもらうからなって言われたら、僕出て行くイコール、お母も連れて出て行かなあかんってなって思って。ややこいな。そうそうそう。ややこいわ。で、それで一応ね、我慢はしてたんですけども、うん、いや、今日きっかけあれですよ、ほんまに、この藤井ページチャンネルですよ。何？え？どういうこと？きっかけというか、その、山本ちゃんね、元茶屋のマシンの山本君と、うん、出させてもらったじゃないですか。そうやな。うん、あれを言うのに、親父に、明日ちょっと夜、うん、回すから声ちょっとでかなるけどごめんやでって言うたら、うん、親父無視しやがったんですよ。でそれでその時に僕もうほんまに心がパリンって割れたんですよ。割れた、もうこいつとは無理やって。だからもうほんまにストリーク解散した時の山田の発言で、僕ね、心が割れたって言ったじゃないですか。あれと同じ感覚になってもうたんですよ。ほんでもうおかんにも多分次お会いしようなんかあったら俺多分あかんわみたいなこと言うてたんですよ。ああそう。で、その2日後ぐらいに、うん、僕がなんか部屋でテレビ見てたら、うん、なんか親父が上がってきて、うん、お前、テレビの音出ないもんって言うて、切れ出したんですよ。ほんで、その時にもう僕もプツンって切れて、もう、で、気づいたら親父の首絞めた。あかんって首絞めた。
あかんかん、そんな。ほんで、おかんもなんか間入って、うん、でも僕、マジであの鉄アレイかなんか握りしめて、うん、お前を殺すぞって言ってましたね、なんか。あ、それはね、高校時代の話じゃないですよね。うん、半年前の話。いや、いい大人が何してんねん、40過ぎて。ほんで、もう次の日に、まあ、仕事あったんで、うんうん、それ日曜日やったんですよ。うんうんうん、だから、金曜日生配信したでしょ。うん、ほんで、日曜日に親父首絞めて、で、月曜日に、あの、ロシア民謡みたいに言うなよ、お前。月曜日に、あの、郵便局の制服と着替えをカバンに詰め込んで出ていた。ほんで、そっから1週間、ネットカフェなんだ。え？あ、そうなんや。ほんで、家探しながらってこと？いや、そう、ほんで、うん、あの、部屋探してくれたのも、うん、あの、元芸人さんなの。え、そうなんや。はいはいはい。うん、大木こだま市長の一番弟子で、うん、大木優作さんとか、その滋賀県の方 で、うんうん、で、その人に、うん、今は違うんですよ、もともとなんか賃貸の不動産やってはったんで、うん、電話して、ちょっとこうこうこうで親父に決めて、今ネットカフェ転々としてるので、速攻で部屋探してくれって言って。よかったな、部屋見つかって。そうそうそう、ほんで、その、そこの社長さんも元芸人さん、うん。え、そうなんや。はいはい、元あのカオスボタンの、ボタン市長のお弟子さんかな。すごい、みんな助けてもうてんな。そうそうそうなんですよ。それも言うたら首絞めた10日後にはもう部屋決まって。いや、もう首絞めたをキーワードにすんなってよ。そこ拠点にして喋んなよ。でなんか聞いたらなんか冷蔵庫も、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、トイレのウォシュレット付きで4万で。めっちゃ安いやん。そうそうそう。すげえな。ほんで、その実家からもうなんか1キロぐらいしか離れてないから、もう引っ越しももう台車で。うん。もう箱もそんななかったね。もうテレビとかぐらいだった。うん。で、もう速攻で。いや、もうそこそこええ年やろ、ほんま、2人とも。揉めてる場合ちゃうて。